第40回の、ケーススタディクラブ、AA のケーススタディクラブですが、ちょうどキリがいいというところで、足を見るという本が最近出ました。古川先生が、監修されている本で、本当にもう教科書的な素晴らしくいい本で、これがちょうど2、3ヶ月前に出たんですけれども、これも大好評で、これもちょうどペパーズの200号っていうことで、それを読んで、どうせだったら、大分岡病院の人たちに集まっていただいて、座談会形式でお話してもらったらいいんじゃないかということで、今日は古川先生と松本先生と今岡先生に来ていただきました。だからなんかいつもと全然違う感じなんですけど、その本は、こんな本です。非常に、厚くてですね、普通のペパーズの2倍から3倍ぐらいある本で、しかも安いと。で、内容が濃いということで、ちょっとこの内容を全部お話しすることはできないので、大分岡病院というのは、Facebook にも書きましたけれども、本当に初期の頃から、もう足治療のすべてが揃っている病院なんですね。だからそういう意味でみんなが注目していたし、で、その病院は、最初の頃はいろいろ話は聞いてたんだけど、今、その先頭を切っていた大分岡の人たちが何を考えているのかって、とっても興味があるなと思って、今回企画させていただきました。で、それではもうちょっとお願いして、3人で好きなように話していただいて、時々私が質問するという感じ。何か質問があれば Q&A で、記載してもらえれば、ちょっとみんなで止まって、で、それにお答えしていくっていう感じで進めていきたいと思います。それではどうぞよろしくお願いします。古川先生、お願いします。ありがとうございます。じゃあもうスライドを、自己紹介簡単にした方がいいですか？そうですね、ぜひお願いします。古川です。どうぞよろしくお願いします。で、その後は、随分簡単もうに済みます。簡単ですね。時間を、古川君に一座なんですけいや、ど僕ね。が言います。古川先生は大分岡病院の病院長で、形成外科であります。で、おありがとう隣ごにいざらっいしまゃす。る、部下の松本でございます。松本先生も、形成外科医ですが、松本先生は、今、AI とかですね、ああいうような、IT 関係の方にすごい興味をお持ちで、いろんなジョインとか、ああいったソフトを、アプリを使って、医療を広めていこうということを尽力されています。ありがで、とうございます。はい、今隣岡先が、生。理学療法士の今岡です。よろしくお願いします。今岡先生も、理学療法士が頑張ってる病院ってかなりあちこちにあるんですけど、で、その中の一つが大分岡病院で、本当に理学療法士の数も多いんですよね。で、それで、その方々がどうやって足に関与しているのかってすごい興味がありますので、ぜひ今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ、始めさせていただきます。よいしょ。よいしょ。いいですかね。じゃあ、じゃあ、お願いします。最初にですね、本の目次を全部国に、あの出す、国にできたんですけど、我々ももちろんかなり執筆したんですが、いろんな先生に共同分担執筆をお願いしました。ちょっとこの場を借りて、お礼も兼ねて、ちょっと、紹介を。ご案内をさせてもらいます。で、一番最初の先頭を切っていただいたのは、寺師理事長でございます。で、タイトルで、思ったんですけど、ここを守るっていうのはもちろん昔からずっと、お話で出されてたんですけど、生活を守るためにという、初めにの冒頭の文章をいただいて、少しやっぱり歩行維持、足を治そうという回ですけど、生活を守る方にだんだん視点が今後いくのかなと思って、面白いタイトルだなと思って、ありがとうございました。でも、小倉先生といえば、我々の、診療方針の救世主かもしれない、下肢挿傷管理療関連を含めた保険診療の話、やっぱりまとめていただこうということで、冒頭に書いていただきました。非常にあれで、外来変わったですね。変わりましたね。いろんな治療材料が使いやすくなったですし、外来でできることが広がったなという感じは、しま我々すありまね。すよね。というお二方に冒頭のお言葉をいただきました。
で、本日は、今日は、この第2章、傷の管理とリハビリに関すること、まあ、第3章のリハビリもですけど、この第2章のところが主にクローズアップして症例提示を出しましたかね。っていうところで、で、糖尿病の足下位を触ってると必ず、ぶち当たる骨髄炎の問題、あと、シャルコーフット骨髄炎の問題について、まあ、この領域では、藤井美樹先生にですね、分担執筆をいただいたということでありがとうございました。という話があって、で、まあ、今回はちょっと取り上げられなかったんですけど、皮弁での閉塞って、我々形成外科なんで、やっぱりちょっと気になる領域なんですけど、今一番多分、されてる先生のお一方ではないかと、石川先生の方にお願いしたんですよね。ですね。これはバイパスでもいいんでしょうけど、今回、クローズアップしてもらったのは EVT をした後に、皮弁で並走することのメリットがやっぱりある症例があるということを詳しく書いていただいて、大変ありがとうございました。でですね、ちょっとここは我々、石原先生は、当院の形成外科医でございますけど、我々、耳下麻酔してるんですね。座骨神経ブロックでかなり足の手術をしているというのがあります。どこの施設でもそうだと思うんですけど、糖尿病、透析、心疾患、様々持っている患者さんばっかりだと思うんですけど、全身麻酔かけにくい、脊椎麻酔かけにくいという患者さんばっかりの中で、このブロック麻酔はかなり印象的にはいいですかね。便利ですよね。ですね。なので、これも取り上げさせてもらいました。で、まあ、その他、当院で、現状できている補助療法も、古川先生が主にまとめてくださって、ここに、載っております。でですね、再生医療はもう、このお二方かなと思う、田中理香先生と久光先生の方にお願いしました。ちょっと宣伝、一括りにしてしまっておりますが、特定行為のところで、溝上さんにも、看護師の役割というところ、書いていただいたんですが、もう皆さん参加されると信じてますけども、ちょっと一括りにしたのはですね、12月の、総会みんなで行きましょうという案内を宣伝をしておいた方がいいんだろうと思ってですね、沖縄みんなでクリスマスに 行きましょうっていうやつですね。はい。で、まあ、これが前半、本章の前半戦で、で、後半にはですね、リハビリのことを割と大きくクローズアップして取り上げたつもりです。で、まあ、下肢挫傷管理療と並んでトピックスといえば、やっぱ運動器リハビリテーション療に糖尿病側病変が入ったことだろうと思ってるんですけど、これちょっとあまり取り上げられることが学会等で少ないなと思ってたのもありましたので、大手協会のですね、高島先生にそのあたりの経緯であったりとか、どういうふうに算定するべきかとかいうようなことから含めてですね、ご執筆いただきました。ありがとうございました。で、まあ、あと、うちのスタッフが主に実際に当院でしているリハビリの、実際と、今日も出てきますけど、そのあたりを書かせていただいたというような構成です。で、再発予防のところはですね、下北沢病院の先生方に大変お世話になって、久美先生もそうなんですが、菊池京太先生に予防手術の欄を書いていただいて、フェルト除圧、今、フェルト除圧の、セッション、非常に盛んにまたされているところだと思うんですけど、その、話題のトピックスのところをお二方にご執筆いただきました。ありがとうございます。ありました。でですね、フットケア、九州でフットケアと言ったら、石橋さんを外すわけにいかないだろうという感じがしてます。目がいして。フットケアとは関わるべきということを、また改めてご執筆いただきました。ありがとうございます。で、まあ、日本、当院が、岡病院は、日本フットケアサービスさんの装具の提供をいただいてますので、そこの技師装具士さんの方にフットウェアの項目を書いていただいたのと、今村先生はですね、巻き爪の矯正を中心とした爪のケアの部分で、当院の社外講師、学術社外講師も、長く勤めていただいておりますので、まあ、爪のトラブルから、今日はちょっと取り上げなかったんですけど、爪のトラブルから足を大きく失う方、非常に多いと思ってますので、まあ、これ一枠取ったというような構成を作りました。で、締めのとこですけど、私、主に取り組んでおります、遠隔診療のことも、取り上げさせてもらいました。で、井形先生の方には、病院を中心とした遠隔での連携の実際という、
立て付けで書いていただいて、花田先生の方には診療所が、まあ、地域包括ケアの中心となった場合の連携の実際ということで、まあ、どちらの立場からでも読めるように、まとめていただいたということで、大変ありがとうございました。で、まあ、締めは、当院古川なんですけど、足を見るを作るときにですね、やっぱり最後、何の締めでいくのかっていうときに、多職種共同ですかね。まあ、やっぱり、うちの総称センターの特徴というとそこなのかなということになったんだと思うんですけど、まあ、そういった思いもあって、最後に。そうですね。まあ、偉そうなこといっぱい書いてて、裏付けみたいなのを、理事長とか、大浦先生にお願いしたようなところが、総論お願いして、実際やってることは、うちのチームだけのことがほとんどなので、だから、実は、大浦先生、先ほどもなんか、教科書的なって言われたんですけど、実は、教科書とは少し離れてるのかなと思っておりまして、他病院で現在行っているチーム医療だし、多職種共同治療をそのまま載せました。で、それが、どれくらいの数をやってるからこんなこと書いてるんですよというところで、診療実績という形で、ま最とめ後て、に。最後にまとめてます。まあ、だからここを見ていただいて、まあ、これくらいやってれば、まあ、半分くらい本当があるのかなとかって思えば買っていただければいいかなと思いますし、という締めの、そういうところですね。だから、後書きから見るね、本買う人もいるので、そうですね。寺先生のとこから買うのはもうね、当たり前ですけど、後ろからでも、というところでですね、一番最後に、症例のまとめという形で、ですね、休止率だとか、在宅復帰率だとか、そういうデータをどんどん載せました。あるようであまりないデータのような気もします。在宅復帰率とか、まあ、回復期リハとかはね、算定、カウントしないといけないでしょうけど、急性期ではあまりそこまで数字としてはないですから、ちょっと面白いかもしれないと、まあ、宣伝をして、今日は終わりま本当しにた。分担してくれていただいた皆様に感あり謝がとうをございこまのし場をた。借りて、ありがとうございました。で、あと、血行再建、バイパスとか EVT の具体的な話はもう一個も書いてないのがですね、足のこれ本なの足に。の本なのに。で、それはもう、ですね、すごい達人の先生方がいらっしゃいますので、まあ、その本を見ていただいた方がいいし、このボリュームの中には入らなかったというのが、事実です。まあ、そこはちょっとですね、触れませんでしたので。まあ、逆に言えば、これ、循環器の先生で、ね、EVT して自分で切ろうとか思ってる先生は、すごく参考になるのかなと思いながら、まとまった本でもあります。はい。ですね。だから、血行再建をどう評価するのか、血行再建が成功してからの総書管理の実際について詳述しましたという本になっています。はい。では、もう一人の案内、本の宣伝はこのあたりにさせていただいて、あ、小倉先生、何か ございましたいか。やいや、何でも大丈夫です。よろしかったですか。ありがとうございます。じゃあ、進めさせてもらいます。で、第一章、初めにとしてます。ここ、古川先生にちょっと、バトンを渡しはい、わかて。りました。まあ、当院の流儀という話になりますので、まあ、当院でしか通用しない言葉やその解釈があります。それをと、離言、これ方言という意味なんですけれども、最初にまとめました。当たり前のことなんですけれども、優先順位は救命 ADL 総治癒なんですね。まあ、だから、形成外科医なのに、傷治らなくてもいいよって。僕は最初これ、足始めた時に、アンプティフリーサバイバルっていうのを、ちょっと馬鹿にしてたんですね。形成外科医なのに傷治さないって。傷があって、で、大多生産しないって、もうそれはどうなのかなと思ってたんですけど、最近は違いますね。やっぱり、残って歩いてることの方が大事なので、傷は3番目なのかなというふうに思って、傷が、綺麗に治るなんてもうどうでもいいのかなというふうに思ってますので、そういう意味では、ちょっと形成外科から少し離れてきてるのかもしれません。はい。総称外科医っぽくなってきた。そうですね。で、初診時、もしくは入院時に治療方針がほぼ決定します。で、本人、家族に説明して入院します。まあ、軽い方から説明しますと、まあ、絶対救命できる、歩行維持も問題ない、例えば壮年期の糖尿病で指1本だけの潰瘍とかであれば、総症治癒が最も優先するという形になるんですよね。なので、そういう人っていうのは、総症治癒まで歩くなという。ところで入院させます。ベッド上安静。原因が歩行や靴であれば、新しい歩き方をリハビリで獲得して、再発予防のために装具を作成して退院。それが、ということになります。だからそれが総症治癒が優先です。で、初診時や入院時に車椅子、歩行器、杖歩行、80以上の糖尿病透析患者など、
ではもう数日寝たきりにすると、もうやっぱり寝起きれんかなとかっていう人はですね、その人はもう傷じゃなくて、もう基本的にはその ADL、歩行優先プログラムっていうになります。だから、傷があろうが歩くと、当初中は目指さず、入院前の ADL で傷が悪化しないっていうことであれば、もうもっとも退院することもよしです。で、最も重症なのは、急性動脈閉塞とか、S 性筋膜炎、ガス性敗血症なので、まあ、救命を優先する場合、まあ、その上はもうしょうがないですね。もうある、足のあるなし、それから歩行に、まあ、二の次なのでですね。ただし、もう大切断って最初から来た場合も、まあ、切断部位の SPP は絶対測定して、まあ、虚血であれば、緊急で、EVT もしくはバイパスとかしてもらってから大切断しています。まあ、急性動脈閉塞でも 20% ぐらいはそういう患者さんがいますよね。で、これができなければ結局見取るということになります。ですね、一旦受け入れて家族の希望で菌を紹介することもありますし、うちで見取る患者さん、まあ、1週間ぐらいで亡くなる患者さんが多いので、まあ、そういうこともあります。ですね、なので、うちでの臼歯の適用、一番下に書いてます臼歯、そしてかかとを残して歩いて帰れる患者さんということでは、足をすくえばその足で歩いて帰れる方で、基本的には認知がなくて自己決定能力がある人、要するに言うことを聞いてもらわないと困るんですよね。バイパス手術とかして、もういきなり歩かれてもね。なので、やっぱり自己決定能力、歩きたいという希望が強く、自分で決められる人ですね、が基本的には臼歯治療の適用だと思います。で、ご家族が熱心で、まあ、治療してほしいという強い場合は、まあ、寝たきりで認知でも EVT という小切断をすることはあります。ただし、もうバイパス治療の適用はもうないです。はい。また、ヘコ再建術というのは、本店分類で2、3以上で、症状があるものが対象であって、予防的なですね、EVT バイパスというのは行っていません。で、あと、で患者の特殊性はもう、どこも同じなんですけれども、すみません、ちょっとよろしいですか。はい。はい。よろしいですか。ちょっと、はい、戻していただいていいですか。はい。で、すごい、これは興味深いというか、なるほどと思ったところなんですけど、で例えばその今日僕外来やってて来た患者さんですけど、車椅子に乗ってる93歳のおばあちゃんで家族2人が連れてきたと。で本人は軽い認知があって、で壊死は第一子のところの先端に壊死があると。で前側部が赤黒くて、で明らかに虚血はあると。でそういう人に、でちょっと胸の写真を見ると胸にブラがあってちょっとゼロゼロしてると。そういう人が来た時にどうしますか。もう見取りですか、それとも何かしますか。だから、どんな生活をしてたかが一番。いや 今は施設に入っていて、うん、車椅子に座らされてる感じですよね。自分で何かするという。車椅子の生活が維持できるために必要なら切ることもあるし、うん、待てるならもうギリギリになってからちょっと ADL 一段階落ちるけど後で切るかとかみたいな話を最初にしますか、ね、家族の希望がすごく強ければ EVD 小切断っていうところかなと。トライはけどもやり出してしまうとやめれないですからね。何ででも治すまでいかないと、うん、治らないで返すことになる。それ痛い動けないで返すのはちょっとかわいそうですもんね、うん。手をつけ始めるタイミングは、うん、初回によく話しますかね、うん。それはすごくよく家族と話します。うんうん、治療し始めると結構大変だよっていう話。うんうん、いや治療しなかったら生きてるかもしれないのにっていう話までします。いや今日はそんな話をして、で両極端の話をしてね、積極的治療をすれば93歳だけども、うん、で、まあ、EVT をして指を切って、で治らなければもう一回 EVT をしてっていうのを繰り返しになりますよと、うん、そこまで頑張れますかっていう話と、途中でご飯とかが食べられなくなったら、うん、そのままそれが治療がなくなって、で家でお看取りコースになる可能性もあると、うんうんですよね、でそれが最初から嫌だったら最初からもうね、家でもうずっと何もせずに見ていくと、家というか、はい、まあ、施設ですけどね、それしかないですよみたいな話はしたんですけど、うん、じゃあその辺は、ね、まあ、一緒です、ね、一緒ですね。あとはだからそれを通してるとどっかで熱が出るかもしれないので、うんうんうん、
そうなったときに大切断するかどうか、究明のためにとにかく一回するかどうかも家族で話し合っておいてくださいっていう話は多分付け加えると思います。そうですね。この分け方でいくと、ご家族は3番の送中プログラムのイメージで多分来られるんですけど、うん、現実としては究明なるかならんかが僕らとしては気になって、その話のすり合わせが最初にあって、はい、はいですね。まあ、その間には ADL が維持されるならやるかやらんかみたいな話です。うん、だからこの 1,2,3 をやっぱり順繰り話してる感じになるんですかね。うん、いや、なるほど。それすごくなんていうかポイントになりますよね。話をするときにね、うん、家族と、うん。いや、これは本当整理ができて素晴らしいなと思いました。うん、まあ、だから家族としてこの93歳のおばあちゃんにどこまで何をしてあげますかっていうのをちゃんとすり合わせて持ってきてくださいと。うん、いや、ただね、その今日の家族は結局、はい、自分の家では見たくないんですよ。うん、ですよね。そう、だから施設に入れてんですよ。はい、で、その話も今日して、で、施設に入れてるとご飯食べれなくなったらほったかれますよと。で、家にいたら一口でも二口でも家族は食べさせるでしょ。うん、だから全然違うんですよっていう話をして、本当にかわいそうだと思うんだったら頑張って引き取ったらどうですかぐらいまで言ったんです。厳しいです。厳しいです。いやいやいや、まあ、いや、本当にそれ、まあ、なんか全部ね、フルコースを望むんであれば。あ、そうですね。だから、ご家族のすごい協力が必要だっていう3番の項目のとこですよね。うん、うん、です。そうそう。前向きに治療するかどうかの一つの大きなファクターではあります。うんうん、そう、だから家族の思いっていうのは結構バラバラで矛盾していることが多いので、それを、はい、なんか納得させるにはこの図はすごくいいなと思いました。うん、素晴らしい。あの、どれご希望ですか。どれご希望ですかって。いや本当にそうです。っていう感じ。うん、で1と2はすごくこうですね、もうつながってますから、はい、手をつけたらもう厳しいかもしれないという話は、うんうんうん、結構先生と話すときに、あの、トイレに行けるか行けないかって結構施設でも大きな振れ幅があって。うん、はい、うちの先生とか、あの、実際施設ではトイレどうしてるとかっていうところまでインフォメーションしてくださったりしてて、うん、そこの介助料があるかないかっていうところでもケアギバーの負担もだし家族の負担も大きく変わってくるので、最初の穴胸とかの段階で結構なんか自然にうちの先生その辺の情報収集してくださってることがあって、うん、ここは歩行っていう立て付けになってるけど、なんかそういう結構細分化した ADL のところまで結構自然に聞いてくださってるのがあって、なんかそういう情報ってすごく僕らの立場からしたらありがたいなとか思ったりすることあります。うん、なるほど。ただ初期設定というかね、まあ、どの状態を目指す、うん、設定のために必要な情報が。93で車椅子レベルで何の ADL 大切にするってなった時に、うん、結構その排泄っていうファクターが家族のその感情負担度的にも結構大きくなってくるので、本人の尊厳的にも大きいよね。うん、なんかそこは刺繍してあげるような、うん、多分関わりの中での足を残すっていう意味合いっていうところがすごく大切なのかなと思って。なるほど。すみません、釈迦に説法みたいなこと言ってます。いや今日本当に座談会だから。あ、そうなんだ。で、このノリで進めていくということで。ちょっともう一つだけごめんなさい。なかなか進めない。あの、ADL、僕のイメージだと、患者さんが車椅子に乗ってきました。で、そこからリハビリをしたとしても、その、来院した時よりも、ADL が上がって帰るっていう印象はあんまりないですよね。うん、距離だと。でも、それは大分岡では、上がりますか、来た時より。リハケースで上がることはありますね。だから、痛くて歩いてなかった方とか、歩けてなかった方とかが、傷が治って歩けるようになる場合とかはあるんですけど。結構、先生たちがそこを細かくコントロールしてて、あの、うん、傷のために意図的に落とす。意図的に落とすって表現ちょっと、恣意的に低い歩行能力を設定して、そこをベースラインにする場合もありますし、例えば虚血で痛かって、もう痛み取れたら抜群に上がる方もいらっしゃいますし、うんうん、一番困るのが、まあ、車椅子レベルで来て、ギリギリ歩けるよっていう触れ込みの方、あの、医師が歩けるっていう触れ込みできて、要介護5とかもざらにあるので、うん、あ、ね、そうですね。なので、家族がね、つい最近まで歩いてたんですって言うんで、つい最近っていつ頃ですかって、1、2年前かなって言ってるから、そこの、あのサーベイをちょっとしっかりしておくと、
ここのコントラストっていうのはクリティカルに見えてくると思うんですけど、まあね、90歳の人だったら1、2年前ってつい最近かもしれないからね、うん、言葉のやですよね。よくなる方が多い印象にはあります。ただ意図的に、ね、少し ADL レベルを落として方向形態を少し落としてもう一度傷ができない状態にして帰っていただくというケースもあるというところになります。はい、その後で提示する症例値とかはそうかもしれないね。装具ががっちりできてADL 上がって帰ったような気がする。うんうん、そうですね。あと、まあ、杖だとかね、うん、そういう、こう、補助部を上手に使える。高齢者が多いから、転倒リスクがあるから、やみくもに歩かせることがいいことではないかもしれないけど、リハで上がるっていうか、リハの筋トレ、その他歩行訓練でバンバン歩行能力が上がりますよというのを目指してるわけではないですかね。なのでそこの歩行能力と傷の状態というのが結局パラレルな形になれば結局悪いことも起こりますし、そこをどんだけ、まあ、家族、医師含めてすり合わせてるのか。やっぱりゴール設定よね。この ADL 維持といったときにやっぱり目標は維持来たときの ADL よりは落としたくない。向上する分には文句はないけど、そこはよく聞かないと分かんない。そうですよね。まあ、施設の人にも根掘り葉掘りですね、夜はおむつだったりとかっていう、うん、する人もいるし、ね、トイレがどれくらい離れてるのかとか、うん、実際に自分のベッドから車椅子に移るときにどれくらい介助がいるのかとか、うん、まあ、そういう、こう現実的に今どんなふうに生活しているのかっていうのをしっかり聞かないと、でその中からこうやっぱり上がる部分っていうのは絶対にあるのかなっていうふうには思って。うん、進んだ方が良くないですか？大丈夫？一枚に30分かかります。すみません。これも特殊性の話で、まあ、紹介元に必ず返したりちゃんと作成した施設と強くつながっているのが透析患者さんなので、まあ、外傷の地域連携パスみたいに急性期が終わったからっていうのはちょっと難しいんですよね。復帰もなかなかいけないよね。特に大分市は透析ができる回復施設で1施設50床しかないので、まあ、外来透析1施設からの紹介患者さんの退院にあたっては、まあ、だから外来透析に通えるぐらいの ADL がないとやっぱりいけないということになるので、まあ、そこは急性期で目指すということになっています。はい、でまた DPC2 期で120日もある透析足病変ですけれども、まあ、急性期病院では平均在日数14日を維持しないといけないというところがあるので、まあ、できるだけ入院期間を短縮する必要がある。でそれを どうしているのかというと、それはマスで見るということですね。だからベッドたくさん持ってて、要するに1泊2日の分とかもいっぱい入れて、まあ、足が30あって腫瘍が10ぐらいあって、それがぐるぐるこう1泊2日が回るようなとこだと、まあ、1人が100日ぐらい入院しててもそんなに平均在日数はまあ20日前後というところで過ごせるので、まあ、そういう意味では急性期でも、足の治療ができるんじゃないのかなというふうに思っています。はい、だからそういう治療をしているところです。さあ急性期病院でベッド数が203で、手術室は3つ、仮定室2、透析25台でだけど、リハビリはすごくたくさんいるので、うん、だからそういう意味では、まあ、足と急性期を足したような雰囲気がありますね。地域の病院なんで。そういう特徴のある病院かなというふうに思っています。はい、以上です。ここまででした。ね、でそれでこれ、結果なんですけれども、まあ、2020年の9月にうちはランサムウェアの被害で、電子カルテぶっ壊れちゃったんですよね。はい、でそれで復旧したカルテをもとに、まあ、2020年の6月から2020年の3月までの22ヶ月間のデータを出しました。で、まあ、本センターは455名の患者さんが入りました。ということで、月に20人ぐらい入っているということなので、まあ、月に20人だったら、まあ、土日を除いて毎日1人ずつは入っている。足の新幹が来ると。で、コロナの感染が拡大したので、形成外科の病棟はコロナになって、取り上げられたんですけれども、だから、であと、待てる手術は全部延期しましたけれども、まあ、この足の患者さんっていうのは救急で、全く影響を受けずにもう増えました。で75歳以上は半分、男性6割、CLTI は6割、糖尿病の目は 20%、効果試験が 10%、でまあ、急性動脈閉塞グループ打っては 10%、まあ、これくらいの割合で入院をしています。だから75歳以上がやっぱ半分はやっぱ多いですね。多いということです。で、同じものなんですけれども、
合併症が DM が6割、透析が4割、4人に1人が入院時から歩行困難、また初診で入院治療より再発して、初回より もう再発して再入院の方の方が多かったです。で、総症治癒率 81%、大切断回避率は 87% でしたけれども、まあ、60死は大切断しましたし、亡くなった方も30人でした。なので、月に3人は大切断して、亡くなる方も1人以上いるという数字で、まあ、なかなか重症の患者さんを受け入れています。入院は平均30日でした。まあ、これちょっと、ですね、収容がなかったのが、いろんなところで、コロナの影響で、在院数が伸びました。コロナになった人もいっぱいいました。はい。2021年の血液からの手術を男子を合わせ1763、うち640の3分の1以上が足絡みですね。52週で手術日が104回、カーモグですから。だから手術日ごとに6件の足の手術をしているということで、この6件というのは、伝達麻酔をして、すべて、ワーファリンだろうが何とかすべて飲みっぱなしで、で、朝7時ぐらいから伝達麻酔を打って、で、まあ、9時ぐらいからですね、どん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 6人どんどん連れて行っては手術して帰ってくると。で、そういう治療をしているので、6件ですね、手術できるというふうな感じで。足を6件。足を6件できるということになります。はい、その足っていうのは小切断ですか？小切断、デブリ、バイ、それから食費も含めて。大切断も入れてますよね。はい、はい、です、です。はい、足の手術アキレス腱、アキレス腱、硬いか硬い遠位から先はもう全部伝達麻酔だけでいくので。麻酔の時間が全身麻酔に比べて極めて少なく済むので、はい、腱入れても5時半には帰ってます。ですね、残業はあんましない病院なんで。はい、で伝達麻酔自体は翌朝までは大体効いてるので、疼痛で呼ばれることはあんまりないんですね。ちょっと時間のでこれが、歩行維持プログラムの結果になります。だから歩行困難で入ってきている人たちですけれども、まあ、海洋壊疎、海洋感染ってだん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 重たくなるんですけれども、まあ、それに従ってですね、入院、透析患者さんの数も増えるし、まあ、即死切断、海洋だけだったら即死切断ないんですけれども、壊疎だと即死切断が46。で、感染があると TMA、リスフラも増えてくると。で、心疾患とかですね、合併症の患者さんも増えてくるんだけれども、まあ、早中までの期間が、まあ、だんだん長くなってくる。まあ、重症ということですけれども、まあ、歩行維持率は7割、8割、在宅復帰率も大体8割ぐらいというところで、まあ、トータルでいくと、平均、この辺で歩行維持を目的とする ADL 維持だと、まあ、2ヶ月ぐらいで帰ってるかなというふうな印象ですね。いや、すごい、すごい成績ですね。素晴らしいですね。ありがとうございます。大変です。さすがです。で、これから、実際の症例を。症例いきましょう、はい。ちょっと前振りが30分かかりますから。すみません。じゃあですね、今年の経験した症例ばっかりなんですけど、最初は、52歳の男性、糖尿病測定回をシャルコーとしてますけど、まあ、神戸分類で分けると1の人ですね。で、ここに感染と吸血の情報を簡単に書いてあるんですけど、この方、受診時 MRS は陽性でしたけど、まあ、目に見えるような激しい炎症はなくてですね、血流も悪くなかったと。で、糖尿病のコントロールもまあまあ良かったんですけど、問題点は、透析導入直前ぐらいの腎不全。の何ですか4期ですかね。ギリギリでした、ね。ギリギリで。でも体がパンパンにむくむという問題は有している方でありました。ただまあ分類すると神戸分類では一応1でいいのかなというふうに評価。感染も拒絶もないので、上圧治療が大事な1かなという目論見で、入院を受けしました。で、アルブミンが2を切ってました。アルブミン2切ってたんですね。この人、うん、そうかそうか。ちょっと画像で伝わりにくいかもしれないけど、本当に足パンパンで、もうむこれ多分、浮腫で裂けて出てきたんじゃないかと思うようなのが外科に一つ、うん。で、測定は、ここですね。下重部のところ、小骨の真下に傷があると。で、まあ、どっか、行った、紹介されて、かかりつけ医から紹介されて行った病院で、治すんなら硬い切断しかない、もしくは大腿切断しかないと言われて、それは嫌だなということで、切らない
で直せませんかという紹介状で、セカンドオピニオン的にまずお入れになった方ですよね。反対の方の指から切断されてて、うん、右も人差し指はもうないですかね。で、全員が3回目の入院で、うんうん、でもここはもう BK しかないよと言われてたんで、そうですね、直すためには、うん、親戚すごい多くてもうジグジグになってます、うん、そうですね、30枚ぐらいの方がぐっしょり濡れるほどダバ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 、うん、から、まあ、腎不全の4期だからそうなりますよね、うん、アルブミニー以下だとね、まあ、そういう方でございます。で、まあ、この相談を症例いただいて、で最初にしたのは、まあ、医師の診察の時に、まあ、とりあえずレントゲンを撮る習慣は割と身についていて、撮ってみたらよ、まあ、もう見て分かる人は一瞬で分かる、シャルコーですよね、折れてます。うん、で、ちょっと今岡君、これどこがどう壊れてるか説明して。どこがどうか、どこがおかしい。どこがおかしい。まず、あ、うまい、同時に撮っちゃった。正面だと、そうですよね。まず側関節がおかしい、ね。側関節の角度がおかしいのと、うん、まあ、虚骨自体もですし、小骨の位置がおかしいし、小骨も皮膚の皮1枚、それは1枚ぐらいです、ね、ないですよね。小骨下の皮下脂肪がほとんどなくて、ショパルも壊れて、位置もおかしいよね。位置もおかしいから、多分、まあ、まあ、こんな感じで先生から、なんか、これレントゲンどう思うみたいな感じで、どうするみたいな感じで始まって、いくんですよ。レントゲン撮って、あ、これは発煙じゃなくて、はい、シャルコーだねっていう話になってですよね。そうですね。で、そこで外来でリハオーダーかけて、これでいけるかって話して、で、ここから、まあ、こっちの画像とか見ながら、MRI ですね、見て。発煙の有無をチェックして、認証チェックして、ね、シャルコーで間違いないと。はい。で、そう、最初相談したのはあれじゃないですか、髄内定、うん、固定でなんとかなるかな、どうかなって話を。そうですね、うん、ただこれあれでしたよね、側関節がめちゃくちゃグラグラで、もう関節の固定性が全然なくて、なかったね、もう骨の連続性も明らかにもないなっていうのが見えてましたもんね、これね。この人はこのグラングラマシのパンパンに膨れた足で、なんとかかんとか歩いてたわけよね、多分、ね、そうですね。それが問題で治らなかったわけでもある。うん、こういう評価になったのかね。そうですね、そこでだから、そのさっきキーワード出てきた、その髄内定をどうしようかなっていうのが、なんとなくこの軒下で、うん、ふわっと決まったか決まらんかった感じですね。骨の厚みがね、あまりにもなくて、髄内定固定も厳しかろうという判断もありましたね。小骨がもうだいぶすり減ってしまってて。そうですね。なんか感染を拾ったら、うん、多分これも一撃 BK だな、みたいな感じで、うん、なら BK したら歩けるんかな、歩けんのかな、とかって見てもらったし、ね、なんか話でしたよね、確かに。この方の場合、BK で義足を目指すときに、硬いの、そういう透析導入前だから、あ、そうそうそう、硬い周囲形がね、まあ、そうそうそう、もう全然安定しないから、義足歩行も難しいだろうということまで検討したのか、外来でね。なんとなくそんなところまで、したような記憶が。記憶がありますね、うっすら。で、ちょっと話は飛ぶんですけど、ちょっと髄内定のことにも、あの、ご存じない方がいらっしゃったらな、あの、いらっしゃるかもしれないなと思って出したんですけど、詳しくは、あの、第4章、本庄町の第4章に、菊池京太先生が書いてくださってるんですけど、実際、こういった、シャルコーフットの人、髄内定でうまく管理できる場合って結構実はあるのはあるんですよね。で、これ、うちで検検した症例で、まあ、もうちょっとすでに前足部を落とした後の話。これ症例ですけど、まあ、もう虚骨が前に飛び出そうとしてて、小骨後ろに吊り上がってしまっててというやつを、虚骨取って髄内定で、あの、整形外科の先生に入れてもらって固定すると、まあ、この状態で一旦装置まで行くと。で、靴型装具と、高周本ありますけど、単価装具周本とかで、これで結構安定期に入ってるんですかね、今。うん、外来でフォローで済んでるというような事例があるので、シャルコーフット見たときにやっぱ関節固定を何らかの方法でするっていうのは一つの手ですかね。同じような症例がもう一個出しますけど、うん、この人もこっち、右と左は全然違うですよね。あの、まず長さが違いますけど、足長が。左はいわゆる BM フット、糖尿病足潰瘍ですよね。ここにできます。中足骨のあたりですよね。で、右はシャルコーなんで、ここにできますね、傷が。で、短縮してても、足関節もすでに形が、形状がおかしい。こういう人見たらやっぱレントゲン取るんですけど、左の、側関節の構造はまあ、まあまあいいかというところですけど、右はもうこうですもんね。あの、壊れてますよね。関節外れかかってますし、いわゆる船型ですか。下に取って突き出てて、まあいろんなところが全部関節破壊になってる。この症例の方だと右と左では全然条件違いますという話で、うん、この方は結局この右足の、あの、
安定性を出そうということで、やっぱり髄内で入れたんですけども、もう傷が治ってしまって2年は、この状態でずっと歩けてた。まあ、最初に検討したの、リハと検討した、我々が検討したのは、この髄内で行けないかということだったんですけど、うん、この人の場合は、まあ、腎不全のこともあって、そっちは選択しがたいということにもなったですかね。なんかちょっとそこのギャンブルはなんかあれでしたよね。感染があれでしたよね。ピークアウトしてなくて、じゃなかったっけ。2箇所濃厚があって、すごい親戚が多くて。そうでしたよね。ね、部品がついてた。ちなみにこの症例2年後にどうなったかというと、髄内底が感染して硬い切断になったんです。でもそこから義足で歩いても、ずっと今もね。そうですね。まあ、髄内底もリスクは当然にあるとか、まあ、第4章詳しくは読んでいただくことにして、ちょっとさらっと通り過ぎて、でさっきの人、じゃあ、そういう検討、リハと検討してどうしたかっていうと、あ、これまたちょっと違う話になるか。リハで、インシシにしたと。そうですよね。これ、ちょっとスライドがぴょこんとなんかいきなり出てきたようですけど、完全免下でリハビリさせながらならいけるかっていう検討が一つはあって、うん、これデバイスな、なんていうやつやったっけ？アイウォーク。アイウォーク。膝立ち、歩行トレーニングとかさせたり、まあ、もしくは TCC、ギブスですよね。うん、これで、装具を免下しながら、リハビリ、ADL 維持ですか、だから。ADL 維持しながら、なんとか直していけないかっていう検討を していったんですけど、ちょっとここから、リハビリの今岡君に。あ、はい。変わりますね。すいません。そこら辺をうちのリハビリがどう、こう、頭の中でフローチャートで場合分けして考えてるのかっていうのは、ここに、第3章に載ってます。そうですね。うん、さっきの何だったか、シャルコフットの方とかを、実際先生から相談を受けて、じゃあどんな風に考えるのかなってなって、結構多いのが、まあ、実際 BK に触れるケースもあるし、足を残すっていう選択肢もあるし、どうしようかなって考えたときに、まあ、まず1個チョイスとして、まあ、感染は疑われるけど、まあ、実際こうやって立てるパフォーマンスがあるのかなとかっていう、まず前段の評価を、まあ、しっかりしておくことが、さっきの症例とかを通しては大事かなと思っていて、結構うちの病院では結構自由度高くさせてもらってますという、BK だったらこういう評価もするし、もう TCC 巻くんだったらもうこっち立てるかなっていうところを、まあ、ちょっとチェックをしていこうかなと思ってます。で、もうこれはエビデンスも何もなくて、もうはい、ちょっといいですか。はい、ちょっと戻してもらっていいですか。戻す。で、TCC は、今のところです。TCC は誰が巻くんですか？医師と、後で出てきますけど、理学療法士、医師、言えば技師、装具士、あと作業療法士も加わったりしますかね。うん、複数で巻いてますね。一人では巻かないですね。いや、巻けん。大体医師と理学療法士は絶対に参加してますね。参加してますね。というのが TCC の要点、やっぱり側関節の固定角度をどのぐらいにするかということだと思うので、そこはもう PT に委ねてます。旋足気味でいいのか、背屈気味にするのか、ニュートラルポジションを目指すのかとか。ドレンが入ってるから、オープンの傷ではなくて、縫ってあるんですよね、多分ね。だから、まあ、かなり前のめりにやったとき、原則ドレン抜けてからやることが多いのは多いんですけど、この人はもうドレンある状態からいったですか。この人も、確かネフローゼ。がバチバチあって、でもこのまま寝かしとったら歩けんくなるねってなって、まあ、じゃあ早中プログラムではダメだよってことで、ね、ADL 維持に振らなきゃっていうことで、リスクあるけどもドレーン入ってるときから歩かせようってなったわけよね、はい、そうですね。心の声では絶対やめとけよって思ったんですけどそんな感じです。ドレーン入って多分マイナーで多分当たっててだと思いますね、うん、マイナーテンションになったけど、はい、まあそれはいいとして、そうですね、はい、だからこういうリスクのあるリハビリをやってみるっていうトライを結構やってるね。なるほどなるほど。この例えば TCC でドレーンの時期に歩かせて傷が開いてももう一回直すからいいですって言ってリハビリしてもらいますですなるほどなるほど。だって次は安静にすればいいだけど。で、安静にして寝たきりになるよりはと思ってやってます、ね。最初からね、安静にするの寝たきりになっちゃうんで、まあ、まずは ADL トライしてみて、でちゃんと歩けるようになれば少々逆にですね、安静にしても大丈夫なので、はい、そうですね、この人傷が治るまで寝かしとくって言ってもあんまり
ですよね。うん、もう廃業で一律化って感じですもんね。うん、まあ見た感じでやっぱり100キロ超えのすごい人なので、反対側の筋力も落ちてくると、もう本当に歩けなくなるからですね。そういう、リハ評価のところの話をいただいたらと思うんですけど。はい、ありがとうございます。あ、すいません。そうですね、TCC の件、結構、あれ、アメリカンな方だったんですけど、まあ、最近、居住宅ベースの人どうするんかとか、すごく、まあ、その辺は考えさせられるなと思ってて、マウスが、これだもん、価格になりましたね。まあ、でも、これは、リハビリのスタッフに作っていただいたフローチャートですけど、調子よくない、ごめんなさいね。あ、すいません。ちょっと。最初にチェックしてるのが？もうこれエビデンスも何にもないんですけど、だいたい肌感で僕らがなんか暗黙知で、どんな感じで触れるかなっていうのを、もう識図に起こしてみて、もうなんかこれ書くときに、もう思ったこと書いてって言われたんで、載せてるだけで、まあ、非常に賛否があることは、重々承知の上なんですけど、あ、まず入り口の段階で、入院前なので、外来のときに僕ら、見に行きます、大体。どんな人が入院になるよって、この人、今度 EVT してこれするから、ADL チェックしておいてねって見に行って、まず診療室の外で、この人どうやって来んかなっていう、車椅子で来てるのかな、足悪かったら大体車椅子で来てるけど、歩いて来てる人もいるよねってなって、うん、その外来の診療スペースで、もう原則、まあ、可動域と筋力と測定の感覚障害っていうのが、まあ、どれぐらいあるかなっていうところで、一時的なスクリーニングをかけて、基本的にこちら緑の方に行けば行くほど、まあ、軽症だとして、車椅子の方に触れてれば触れてるほど、まあ、重症だとしたときに、まあ、こういった思考過程でちょっとずつちょっとずつアセスメントをしていって、まあ、最終的な着地点っていうところを、まあ、相談をしていきます。ただ、一個強いのが、もう初手の段階で、もう外来のときに、まあ、ここまで概ね考えてたら、なんとなく着地点が見えてきて、まあ、どっちに触れるかっていうところの、まあ、診療の一つの軸、まあ、歩行を維持するというところの一個の指標になるので、こういった形で、まあ、考えてますっていうのが一つです。ただ、ここの評価の立て付けであったりとか、まあ、エビデンスはなくて、すみません、正直もう肌感でやってるとしか言えないんですけど。それが足を見るだから。本当ですか。リハが、うちのリハがどこ見てんだろうと思って、俺も興味あって。あっていう形です。このスライドはそんな感じになります。だからこれで言うとさ、うん、フリー歩行の人は、送中プログラムでいいんだよね。そうですね。なんならね、身体能力が高いんだから、傷を治そうの段階の人で、うん、右に行くほど、ADL、杖、うん、歩行でもギリギリかなって言ったら、ADL 維持には振り分けるかとか、でも歩行が不可なんなら、救命さえできればいいよね。うん、もしくは、まあ、見取りになるかもしれないとか、でもしょうがないかとか。やっぱ外来でリハにオーダー出してこの一番下の段のどれかの答えをもらって、うんうん、だから僕らそのさっきの 1,2,3 のどれにはこの人は割り振るのがいいのかなっていうのを外来で考えてるわけです。そうそう、だからもう そこがゴール。この人のゴールはこれだから。そこで決めて、うん、そうで、それに向かって入地は、まあ、このプロセスとっても多分重要視してるプロセスですよね。うんうん、そうですね。で、まあ結構この辺の、なんだろうな、まあさっきも前段でもちょっと触れたんですけど、ギリギリ歩けてるよとか、車椅子併用だよとか、結構多くて、まあそういったターゲットが最近多いので、まあその辺はまた別の尺度でちょっとスクリーニングをしていく必要があるかなと思ってます。で、これ次進むかな。で、ごめんなさい、さっきの、話が前後してあれなんですけど、さっきのシャルコーフットの人を、まあ、どんな感じで評価をしたりとか、まあ、考えるかなっていうところを落とし込んでいくと、まあ、ベースライン、まあ、いずれにしてもその筋力っていうのがどれぐらいあるのかなっていうところで、まあ、かなり落ちてますねと。で、握力とか、まあ、そういったところもきちんと見ます。これ多分義足に。すいません。はい。下肢の筋力って何を測ってるんですか？あ、これは、徒手筋力計で測ってます。ミュータス。あ、これ、大体、四頭筋の。あ、四頭筋ですね。膝伸展、膝伸展です。はい。ああ、なるほど。はい、膝伸展。なので、かどうかってやつ。そうですね。まあ、浮腫とかが強いと、めちゃくちゃ、まあ、これ多分弱いですよね。15キロは成人男性としては弱い。弱い。WBI で落として、体重比で見ても、多分 0.3 ギリギリぐらいのところになるぐらいですね。うん、で、握力も、このケースだと神経障害めちゃくちゃ進んでるので、いや、義足正直履けるんかなって、まあ、初手の段階で思います。ただ、ステフって言って、手の高知性を見る。例えば、ピンチをしたりとか、つまんだりする。動作はこれ OT が取ってくれるんですけど、
それは満点。で、認知も問題ない。で、ペイドっていうあの、まあ、DM の患者さんの感情負担度に関しても、まあ、そんなにあの問題はなさそうで、でうちでまあちょっとネックなのが、その視覚障害とか、見えてるのか見えてないのかとかっていう、まあ、評価が、ちょっとこう、どっちかなっていうところで、まあ、ここは実際あの、リハの計画書とかにサインさせるときに書けるのかなとか、あとは、携帯スマホちゃんといじれますかとか、まあ、そういうの。空間認識力が低いと、やっぱ義足で歩かせにくいよね、うん、危ないよね。まあ、したくないです。転倒絶対するもんね。したくないのと、あとはその履けないとかでドロップアウトしちゃう人も多いので、まあ、この辺の情報っていうのがまあベースラインで必要になってくるかなと。で、まあ、今回こういった症例でフォーカスした部分として、まあ、課体の集計算、ここはあの義装具士さんとも結局話をしていかないといけない部分なんですけど、透析導入前なんで、ここの振れ幅も結構大きいですよね。これ同じ足ってか。違う、これ右左、こういう左なんで、うん、バチバチ腫れてるんですよ。腫れてるとか、プシュッってて、結局、まあ、BK にするにしても、まあ、腎症、末期の腎症なんで、まあ、そこがどのタイミングで落ちた段階でこっちに触れるんか、どうなんかなっていうのを、まあ、悩んだけど、まあ、結果的には、多分、まあ、BK になっても、あ、歩ける。と思うよねっていう利息方向できるわけではないんだろうとは思ってた、うん、積極的適用かは分からんけど、まあ、歩けんところには着地させんなっていう、うん、なんとなくな結論を、まあ、こういった評価から導き出してます。ただあのこれはリハの専門職から言ったら、まあ、非常に雑だとかいろんなあのご意見はあるところはちょっとお含みを聞いただければなと思いますけど、まあ、こういったあの指標で、まあ、分かりやすくお医者さんにできるのできないの外来で判断してって言われたときは、まあ、こういった指標を用いて、まあ、ご説明を差し上げているというところです。今のいいですか。例えば、はい、今ので認知があったりしたらどうなんですか、はい、認知がバリバリあったりしたらどっちに決めるんですか。そうですね、バリバリあってもその管理ができるかできないかっていうところとはちょっと違うと思う。周辺症状の問題行動が多い人とか少ない人とか、そうですね、例えば物忘れとかがあっても義足を履いて歩ける人っていうのは確かにいらっしゃいますね、うん、その認知のテイストにもよると思います。状況判断ができ長谷川で取ったらめっちゃ低いけど状況判断できる人とかっていたりします、うん、なので、まあ、そういったところの、まあ、現実的な、なんていうかな、コンタクトを取る中での評価になってきます。かなり肌感より、なっちゃいます。なんかないですか、臨床してて、ちょっと認知あるけど、毎回通ってきてくれる人とか、あとは認知があっても、そのあとケアギバーがしっかりしてますか、してませんかとかっていうところで、うん、あの意思決定を。便利な言葉で言えば、アドヒアランスみたいな。ってなるんですよね。ただその、例えばケアギバーがいない、独居で認知症ってなるけど、実際、じゃあ、ケアマネさんとか、めちゃくちゃこう、家族はいないんだけど、熱心にしてくれる人が。いるとか、まあ、そういうところの尺度でも少し変わってくるかなとは思います。純粋な医学療法士との評価数値だけで決めてるわけじゃないってことです、うん、そうそう、 OT の評価も入ってるし、認知機能とかも総合してゴールを決めてるというか、その評価を決めてるですし、まあ、実際急性期の病院で義足最後までみんなリハの人がやりた、こんなこと言ったらあれですけどなんで回復期いかんのかなっていうのがあの心の声なんですけど、すみません、ちょっと病院の関係者も聞いてると思うのであれですけど、あの心の声ではあるので、うちで全てをやろうと思ってないんだけど、あのできることは察してあげたい。で、認知があっても家族のバックグラウンドとかそういったもののサポートができるんだったら、我々はきちんと評価をして後押しをしますよという立ち位置です。みたいな評価の仕方ね、これは。すいません、ちょっとお答えになってるかは分からないですけど。はい、ありがとうございます。はい。で、うん、あ、そうですね。で、さっきの症例でいくと、あの、まあ、まあ、結局、松本先生と話していて残るのが、結局、じゃあ残す残さんっていう話が、今ディスカッションの中で出てきて、まあ、歩行は、あの守れそうですとなったときに、じゃあ義足で行きますか、それとも、残しますかっていう話になって、まあ、それぞれメリット、デメリットを、まあ、簡単に書いていくと、まあ、残した方が、まあ、免許での歩行っていうのはできるよね、まあ、メリットとしてですね。で、まあ、あと金銭的な負担も少ないし、
まあ、心身的な、精神的な負担ですよね。足を失うことに対するネガティブな感情もない。まあ、ただ一方で、この人がじゃあ、まあ、絶対このまま会社は再発するよねとか、あと、装具というものは必要ですよと。で、こういった方、この方多分飛び職かなんかされてて、まあ、いろんなとこ転々をされていて、で、糖尿病の未治療の期間もあるという、まあ、情報があったときに、そういった自己管理の能力というところですよね。は、もう一度、まあ、ちょっとしっかり評価をしないといけないなというところで、一回ここで医師に、まあ、こういうところは懸念点ですというふうに、まあ、お返しをします。で、この情報をもらって、結局我々出したのは、この足残してみよう。で、免疫治療で行ってみようよっていう、まあ、当時、あの、やっと話戻ってきたけど、神戸分類1のね、上圧免疫の治療をやってみようぜっていう話に、トータルでまとまって、でそこにいたスタッフでみんなでギブスを巻くことにした、TCC っていうギブスを巻くことにしたんですけど、結構私ですよね、一生懸命なんか巻いてる風で、こっち支えてくれてるのが理学療法士の今の今岡くんで、まあ、ちょうどその日、あの、出勤され、あの、当院に来ていた理学、あの、技師総具士さんにもアドバイスいただきながらですね、まあ、ちょっとこの、あの、看護師さんにも見てもらいながらという立て付けで、この人のギブスは初回巻いてですね。で、あの、TCC の巻き方もいろいろあるだろうとは思うんですけど、まあ、うちのやり方としてはもう、ギブスで傷を作っちゃつまらんなということで、フェルトをふんだんに使うことにはなるんですけども、全面フェルトで覆って、綿化したいところだけクリニックというスタイルでずっとやってきていて、まあ、かかとの潰瘍のところと外科の潰瘍のところをくり抜いて、それ以外もフェルトでびっちり覆って、で、今、一生懸命こう、側関節をこう、持ってますけど、理学療法士に頼むのは、この人の側関節何度ぐらいに固定するのがいいかなというとこは、理学療法士の意見を聞いてます、ね。あの、最初から喘息の人もいるし、背骨できない、さっきの背骨制限の話とかですよね。うん、で、どこの傷直したいか、この人の場合、かかと直したいから、若干喘息気味に確か巻いた記憶が、うん、うん。その辺を一緒に共同でやってると。で、まあ、フェルトを思う存分巻い、あの、吐くから、最後にギブスでぐるぐる巻きにして、そのフェルトを固定すると。で、まあ、日々の処置をしたかったので、ウィンドウを開けて、窓を開けて、あの傷も観察できるようにしておいて、これで治療を始めたんですね、うん。で、ギブスの中で本当に関節固定がなされてるのかも知りたかったんで、ギブス履いたままレントゲン撮ってみたら、まあ一応いいかという評価でスタートしました。で、まあ、1週間に1回交換でこうパカッと開けてみて中見るんですけど、これが確か2週間目ぐらいかな。2週間目ぐらいですね。まあ、あの、圧迫療法のつもりは本来的にはないんですけど、ギブスで固定してるので、足がものすごい細くなります。びっくりするぐらい細くなって、浮腫が、まあ、当たり前ですけど、取れて、で、外科の傷は治癒まではいかなかったんですけど、かかとの傷はもう2週間で治癒しましたね。何も塗ってないし、何も貼ってないんですけど、上圧だけで治った。まあ、やっぱりこの人の足総括して考えるとシャルコフットの関節変形がひどい人で上圧が効いてないからできた傷だろうとやっぱり思ったということではあります、まあ、これで治せる早治癒まで行くんならあと ADL が維持されればいいやみたいな話になってで一生ギブスで生きていくわけにはいかないので、総具師さんに総具師さんはあのギブス巻いてるところから一緒に参加してるのでギブスで傷が治ったのも見てらっしゃるので、まあ、じゃあそのコンセプトに沿った装具作りますって言ってくださったので、結局できたのは、酸化脂装具だけど、ちょっと穴がくり抜き加工してあったりとか、固定する場所を考えてもらって作ったり、ねうん、そうですね、こうした前シェルのアンクルのところは結構強めの固定の、うん PTB みたいな、うん、SLB か、うん、SLB ができてますね、この人。っていう装具にしてもらって、まあ、一応、転倒しないように。これなんだっけ忘れた。馬蹄型のアームウォーカーっていうんですか、ね、アームウォーカーですね。アームウォーカーで、まあ、安定して歩けることを確認して、お返ししたですか、ね。うん。投石導入のために。そうですね。お返しして何ヶ月か経つけど、まだ足切らないといけない状況になって帰ってきては、来てないですよね。うん、たまに外来に元気に来てくれるので、この方はこれで安定したですかね。いいですか、質問。はい。こういうね、装具を作って、僕、なんか失敗が何個かあって、で、要するにこういう状態で返して、で、要するに管理が悪いから、足パンパンに腫れるんですよ。そしたらベルトがはめられなくなる。で、中で靴ずれを起こして、結局、前戻ってくると。で、前の装具は使えないっていう逆戻りパターンが何個かあるんですよね。
それどうしたらいいですか？あんまり最近経験してないですかね。ここまでのプロセスでいけると判断したのが合ってた、自己管理のさっき言ってたやつとか。あるし、結構あるあるなんですけど、白練習とか、本人の自己管理の確認とか、最近みんなスマホ持ってるから、入院中でも、ちょっと自分で履いてねとか、もう履けた様子で写真撮って見せてねとか、結構そういう指導っていうところがどれだけできるのかなとかっていうところは結構、まあ、そういったお悩みとかご相談も受けるんですけど、うん、実際どんぐらいやってんのっていうのは結構思うところではあります。口で言ってもダメですし、うん、書面に書かしても絶対ダメですし、うん、ちなみに TCC ギブスってもう強制力があるから、うん、この人と面会なんだけど、その入院してたらその人となりとか、まあ、言うたら悪いけど 見れるわけじゃないですか、うん、でアドキャランスやっぱダメだな、低いなと思ったら総合作戦までいかないかもしれない、ね、いかないかもしれないですし、ちょっと本当にやばいやつだなと思われるかもしれないけど、家に行きます多分。見に行く、見に行きます、家屋調査に訪問指導みたいな感じで家に行ったりとか、あとはその電話か、もしつながるんだったら家族とかその訪韓さんとか行ってるケースであれば、そういうところと周辺の状況を調査してコンタクトを取るかもしれないですね。だから義足じゃなかった、装具作るのをゴーサイン出すときのアドヒアランスの調査を作る前に念入りにやると。でも多分それでもっていうところだと思うんです。それでもダメの人もいる、まあそれはいるけどね。でもそうなると、だからさっきの一番最初に言った 1,2,3 のプログラムのその ADL 維持にのプログラムに入らない人になっちゃうんですね、アドヒアランスの点で。だからそうですね、入り口の段階で、ちょっと義足してもダメなわけじゃない。もう迷う。なんか休止治療の対象から少し外れていくことになるわけですよね、歩行維持という意味での。いや、なんかやっぱり、返したいじゃないですか、傷も治って、そうですね、返したいですね。できてっていう状況だから、だから先生、その時に、先生、うちは今岡君をはじめとして、リハのスタッフがしっかりいるので、だから履かせる練習も十分にするし、うん、それを病棟で毎日自分でやってるかもチェックに行くし、うん、そこが先生のところのリハがどこまで介入してくれるのか。っていうところが、もしかすると差が出てくるのかもしれない。OT が入ってますね、装具装着のトレーニングに。作業療法士がかなり生活動作を見てる。生活動作見てますね。そこも大きいなのかも、ね。大きいですね。だから目がちゃんと見えてるのかって、どうして装具が履けないのか。履けない理由か。履けない理由は、だから手なのか目なのかとかっていうのもあるので、じゃあ、その装具をにちょっとなんかベルクロを長くすればいいとか、リングつければいいとか。まあ、そういうところまで履けるようにトレーニングさせるっていうのは、やっぱすごく返すってことはない、ね、それがすごく大事で、まあ、だからうちはだから、ね、医者がいい加減でもなんとなくやめて帰れるのかなという。さっき徳川先生が提示された60日ぐらい ADL 維持の人がかかりますよっていう話で提示したんですけど、傷の治療してるのは最初の1ヶ月ぐらいですよね。あとの1ヶ月は実はリハビリとかトレーニング装具履くトレーニングとかをひたすらしてる。なるほど、なるほど。なので、早く傷の治療の期間を抜けて、装具の、まあ、急性期なんですけど、装具履いたり、歩行トレーニングの期間をなぜか1ヶ月も取ってて、入退院支援につなげて返してるから、割とすぐに帰ってくるって人が最近少ないような気はしますよね。ここまでやりだしてから。なるほど。やっぱ傷治りました、装具差し上げます、帰っていいですけれど、やっぱそれは帰ってきそうな気がしますか、ね。ありますね。なるほど。うちはそうなってますね。でも普通、急性期ならそうじゃないと、在日数が合わないはずなんで。なるほど、なるほど。はい、まあ、地域性が最初に言ったように、地域性の問題。外来リハに通えるレベルにして返さないと、返せないから、そこまでリハをやってしまってるわけでもありますかね。そうですね。だから回復期でした方がいいんだよね。回復期でした方がいいし、あとはそのケアマネさんとか、訪韓さんとかにその装具の履き方までちゃんと僕ら伝えれてますかとか、まあ、よっぽどもう結束バンドで縛っとこうかなとか、まあ、そういうのもちょっと本当に本気で思ったりすることもあるんですけど、なので、この症例もいろいろテストしてみたいね。例えばギブスやめてシャーレにしたらこの人ちゃんと管理できるかとか、1週間やってみたりとか、いろいろ試してみて、
装具でいけるって最終判断を、技術小栗さんともずっと継続で相談しながら決めたような記憶が、うんうん、そうですね、ただ TCC を巻いてから、まあ、いろんな挙動というか、あれですよね、性格的にも落ち着かれたって表現が正しいか分かんないですけど、あ、案外守ってくれるなっていう。病棟でね、その人が何してるかそろっと見るのがいいね、うん、TCC 吐かせた瞬間にトイレ行こうとするやつとか、やつっていうか、肩とかですね。なんかそういった意味での、装具の前段のところのその管理とかっていうのが理解できますかっていうところの一個のフラグにはなる可能性はあるのかもしれない、ね、使い方としてね。揃え型歩行とかを説明して、それをちゃんと守ってるかとか、僕らが病棟でなんか何気なく動いてるときより見とく。とかいいですよね、アドキアランスの点 で、ね、まあ、多分病院でできないことって絶対家でできないから、多分そうですよね。そこでできそうな到達点に合わせた装具を差し上げるのがいいわね。もう一つ質問いいですか。強輪ってやっぱり縦割りでリハに頼むと、リハ室に行って、で30分なら30分っていう時間の中でしかやってもらえなくて、で最初 PT が入るんだけど、でそこからOT の関与とかそういうのってどういうふうに言ったらいいんですかね。まあ、チームでそちらやってるから、うちは PT のオーダーだけ出すことはなくて、PT のオーダー、リハオーダー出すとき自動的に OT もセットで出してます。最初から、最初から外来から出してます。ちなみに糖尿病側病変の運動系リハビリは PT も OT ももちろんどっちも出せるので、PT だけ出す理由がないんだと思うんです。はい、なんで、PT、OT 両方、両方セットで出してるの、ね。それって点数的にどうなんですか、教えてほしいんですけど、決まってるじゃないですか。はい。運動器の。運動器なら185点なら185点が、まあ、理学療法でも、作業療法でも算定が可能という理解で大丈夫です。倍は取れないけど、その点数は取れる。あ、そうですね。だから1単位20分185点。それを PT が取っても、もう OT が取っても一緒ですよね。はい。じゃあ、それ、1日に同時に2つはできないから、交互とかそんな感じになるんですか？いや、1日午前午後とかで行っても、入院患者さんなら。ああ、なるほど、なるほど。はい。だから午前 PT が行って、午後 OT が行って、なんなら、こういう人って、まあ、いろんな、なんていうかな、地域性があるとは思うんですよ。診療報酬上の地域性があると思うんですけど、大分とかであれば、例えば3回行ったりとかもします、全然。だから朝、ADL 介入に作業療法士さんがちゃんと朝の段階で、それセッティングができてますか、装具は履けてますか、それで動けてますか。で、PT が昼に歩行の確認とかに行って、OT が夕方にちゃんと足のフットケアのチェックができてるかみたいなのを一連のパッケージで、例えば1日2時間はしましょうねとか、あ、2時間言い過ぎか。1時間しましょうねとかっていう、感じでは動きます。こういうパターンに関しては。なるほど。まあ、よく、PT なのか OT なのか、俺、最近認識できてなくてさ、この人 PT だったかな、OT だったかなと思うけど、どっちもやってるし。なので、多分。まあ、本当に、例えば大学病院とかで、作業療法ですってなったら、私は手のハンドのことをします。とか、私は高次郎の評価が専門ですとかなると思う。チームの組み方が難しい。いや、チームになんないですよ。例えばね、強輪だと一番最初にリハイが見るんですよ。で、リハイがそれを振り分けするというか、そんなになっちゃってて、だこっちでこういうのやってほしいんだけどって言っても、やっぱりそこリハイの権限なので、なんか任せるになっちゃうんですよね。僕、確か岡病院に来て最初に取り組み始めたのが、もう10年前だと、リハビリを一生懸命勉強しようと思ったんですけど、毎日2、3時間リハ室に入り浸っててですね、だんだんそのリハ部長と仲良くなって、なるほど。PT を受けてもらったような記憶が、もうそんなにリハビリ好きなら、専属で PT つけるよみたいな話にその頃なったですかね。嫌がらせのように毎日行ってですね、ちょっと僕の机をくれとか言いながら、入り浸ってると仲良くなったら専属つけてくれたかな。最初からチームにいたわけでは、大塚さんはそうですね。ただ病棟を入れるのすごい難しくて。病棟、そうですね。だってその頃は、足病、糖尿病足病変でのリハ点数が算定できなかったから、点数がないのに専属くれてどういうことやってるんですかね。だけど今だったら糖尿病足病変で点数取れるわけですから、うんうん、ある程度のボリューム数がこちらにいれば、
で、専属つけてよっていうチームの組み方はしやすくなったんですよね。しやすくなってると思うんですよね。なるほど。ここもちょっと本当ディスってるわけではないんですけど、結構例えばコンサルで、まあ、リハのお医者さんが入ってくださってっていうケースもあるんですけど、結構、なんだかマイナーな、結構、リハの業界では結構ニッチな領域だと思うんですよ。まだそこでね、リハの。ドクターの、なので、うちは、形成外科のドクターからダイレクトに処方が降りてきて、それを処理していくという、流れなので、なので、そういったシステム的なやりやすさは非常にあります。もしかしたら、リハ医の先生が見たら、もうこれは歩かないでくださいっていうところが、もしかしたら正しい判断なのかも。知れないですし、それは、まあ、形成外科医がリハオーダー出す意味としては、傷ができ再発したとしても治せる、はい、もしくは治すつもりでリハをオーダーしてるから出せるけど、形成外科医から頼まれたリハ医の立場からすると、これで傷作ってしまったら形成の先生に怒られるなとは言わんけど、なるほど、申し訳ないなっていう感覚でリハオーダーを強行できないかもしれないね。そんなリハはやめてくれって、もしかしたら、なるほど、もしかしたらというか、まあまあ、常にインシデントレポートを片手にリハビリテーションを行うという全然笑えないですけど全然笑えない。されて、ね、ああいうことやってるうちのスタッフ多くて、傷ができても俺らが治すからリハやっちゃいなよとか言うんですよ。じゃあやりますとかって やってくれるんですけど、考えたら普通にはそれは通らない論法かもしれないね。でもそれ本当にもし傷できたらインシデントになるんですか？いや、してないような気がしますね。予測されるものに関してはない、はい、ないです。完全に説明して。完全に説明して。説明すればいいんですよね。わかりました。じゃあ、でもそれは確かに。リハビリしないと歩けなくなるよ、歩けなくなるよって、家帰れなくなるよって。治すからとか言って、外のかして、患者も、スタッフも外のかしてやってもらってますね。ですね。なるほど。いや、でもそれはすごいためになります。いや、そこを明確にしてあげないと、リハも頑張って積極的に入れないってことですもんね。なるほど、なるほど。だから、装置プログラムと ADL 維持プログラムをリハ医と話し合わないかんですよね。この人は傷ができても歩かせて帰るですから、そう。ADL 維持でいいんだ、リハの方が傷治すより大事なんだっていうのを、コンコンと説得してやってもらうしかないですよね。と思います。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。これは3時間いきますね。ちょっと2時間に収めよう。あ、これでまとめですね。だから今話したことですけど、この高病分類の1位の方は、もうとにかく重圧治療しようというコンセプトでやることがやっぱり多くて、ギブスでも何でもやりますと。で、さっきのもうね、1、2、3の話ですけど、足残すんだったらもう徹底的に重圧装具はいると前提で話はしてて、シャルコーとか関節破壊が進んでるようなやつとかは、まあ、であったり予防手術やるか硬い切断なんですけど、硬い切断すると決めたら義足歩行できるのかを考えてから、まあ症例に臨んでるというのが症例1のまとめ、ね、やっと症例1が終わりましたね。すいません、基本動画来てる、いや来てるあるんですかね、来ていない、聞いた方があるんです、はい、ちょっと症例1これで終わりなので、もしこの症例に対する Q&A がございましたら、あ、ここも入ってんかな、僕あれなんでこっちで、いやどこどこ見えます、どこから見えるんだろう、いや、でも下に思っていくと Q&A って出てくるんですけど、今とこないみたいです。あ、いいですか、はい、はい。じゃあ、このまま症例2に進みます。はい。症例2です。この方も若い症例ですけど、55歳の男性で、糖尿病足潰瘍で、数字上は違うんですけど、最終的に重症下肢虚血だろうと判断した事例ですね。で、最初の初診の時は、まあ、初診というか、この時点でもうすでに7回目ぐらいだったんですかね。入院7回目ですね。で、今まで大丈夫だった左足に傷ができたということでお見えになったんですけど、この場所は靴ずれですね。靴の背面と擦った傷。で、こっちは爪です。爪の下にできて、ちょっと農用っぽいものができかけたというものですけど、だからこの段階はフットケア外来でずっと見てた途中で傷になったなということで来たからです。まあ、このあたりのフットケアのことは第5章に書いてますっていう話なんですけど、で、それはいいんですが、冒頭、この時点では、神戸分類でどこに分けるのということになると、やっぱりまだ神戸分類の1でいいんだろうと思うデータではありました。感染炎症が走ってるわけではなく、SPP が低いわけでもないけど、傷はなかなか治らない傷がある。で、まあ、深爪なのか、靴ずれなのか、フットケアの段階を見てたんですが、ちょっと1ヶ月ぐらいすると、まあ、よくある話ですけど、傷の色が変わってきました。まあ、見た瞬間に虚血だなとやっぱり思ったんですけど、測ってみると SPP が下がってました。
さっき60ぐらいあったのが41の57ということで、側肺側の削りが急激に下がってくるのと同時に、傷の周りに血圧が現れてくると。この段階まで来ると、後部分類で分けると、タイプ2の虚血の病変に移行してきたのかなと思っております。なので、まあ、このタイミングからはもう見逃さず治療しないとなということで、入院に、7回目の入院になったんですけど、一応、当院のルールでは、SPP40 あったら、なるべく追加の血行再建はせずに、傷治す手術に行きましょうということにしているので、41ですけど、指の小切断だから治るかなと思って指を切ってみたらですね、切った直後からもすでに層縁の色悪いですが、はい。縫合層部の周りが黒く虚血壊死してきてですね、まあもう理解してしまう。次のステップでは理解してしまう。で、指の基部を越えて残念ながらもう中枢側に、虚血がどんどん進み出します。でも最終こんな色になりまして、このままでは当然治ることはないということで、それでも SPP はまだ40あるからということで、追加のデブリードマンをしてみたというところですね。この図はそこまでなんですが、このデブリードマンした写真の絵の感じからすると、確かに SPP40 ぐらいはあるんかなとは思ってはいたんですが、今日、形成外科的なテーマの、我々が一番ちょっとよく思うところの半虚血という病態だと思ってるやつなんですが、どん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 進行していくんです。あのデブリードマンの状態から一気にまた、虚血壊死に層縁がなっていくと。で、皮膚色を見てると、こうマジックで線が書いてありますけど、どん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 こうクッキン圏のレイヤーに沿って、まあ、感染が、と虚血が上に上がっていくと。これが抑えきれなくなっていくんですね、この症例、残念ながら。で、まあ、数字にも出だしてですね、MRSA は出るわ、CRP は上がってくるし、まあ、SPP は何回もちょっともう測ってないんですけど、多分、虚血、もうどう見ても虚血がどんどん進行していくと。で、虚血と感染が両方となると、これはさらにクラスが上がってタイプ4、混合型の病態までいってるな、というふうに判断しました。でですね、このあたり、切開肺の虚血と感染が両方来た場合、一番困るですけど、我々総症管理をする医師としては、遅滞なくドレナージはかけときたいなということで、これ、ちょうど、本の中に書いた図面と同じ場所の傷の方ですけど、腹筋腱に沿ってどうしてもこう内科を回るように感染が上がっていきますので、で、まあ、横方向にも走りますので、まあ、その方向に切開をどんどん加えていくと。で、その同時進行で血行再建を、EVT なりを計画していくというふうにステップが進みました。なんですけど、どちらも全然追いつかずにですね、残念なことにどん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 感染は上に上がっていってしまってですね、結局、内科のすぐ近くまで切り上がったんですけど、もう皮膚の骨積が足首超えて、遠位4分の1ぐらいまで来てしまいます。で、僕もなんか、書籍の中に詳しく書かせていただいたんですけど、この腹筋腱伝って骨格に感染が入った場合は、ここでまごまごしてると、硬い切断のタイミングを失うですね。もうどん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 上に上がっていって、なんなら膝関節超えますので、もうここで患者さんを説得して、硬いで SPP 測るとまだ67の71ある。ここで切れば多分治るから、多分とは言ってありますね。絶対治るからとか言って、硬い切断にこの人は踏み切りました。この足を治しに行けるチャンスはもうないとここで判断したですよね。うん、で、形成外科的に総症治癒のこの CLTI における、今日の我々のちょっと大きなテーマ、なんていうんですかね、考えていることなんですが、今、このような事例って、最初タイプ1だったですね、SPP40 以上あって、タイプ3は感染ですけど、感染はなかったね、タイプ1だったのに、いつの間にか、タイプ2病変のような形状になって色が悪くなってきたなと思っているうちに混合型に移行してしまったという事例で、これよく出るカプランマイヤー曲線ですね。 SPP がいいほど傷の治癒率は上がりますよってこう Wi-Fi 分離のとことかによく詳しく載ってますけど、この図面が実臨床ではちょっと間違ってるとは言えないですけど、合わないところがあるなとすごく前々から思って、先ほどオーラ先生もちらっと話しましたけど、中途半端に血流がある状態というのが一番どうも悪いなと、実は最近よく思っているということをつらつらと中に書きました。で、もうちょっとだけ詳しく話すと、タイプ2、色が悪くなった時期ですよね、指の。あの時期
で、そんなに感染拾わないですし、急激に足が壊死していくということもないので、ここからうまく血行再建して、SPP50 とか60になって、適切に切断すれば、指1本で助かる、2本で助かるという症例、よく経験しますけど、この方は、まあ、血行再建も、BK の血行再建も正直言うとうまくいかなかったのもあって、中途半端な血流にやっぱりなってしまった時期がきつかったんですかね。一気に感染とエソが進んで、もう最重症のタイプ4になったんだろうと思って。なので、そういうふうに臨床の症例と当てはめてみると、SPP30 の方が SPP10 の人より傷がよく治るってことは起こらないんじゃないかと、最近思うんですよね。なので、まあ、一番要注意なのは SPP が肌感ですけど、これもエビデンスないんですけど、20から40ぐらいが一番危ないなというのを体感した症例をちょっと中に足を見るのところに詳しく書いたですよね。まあ今の患者もそうなんですけれども、透析患者ってやっぱり透析中にですね、5年10年経ってくると血圧が下がる人がいて、うん、だから SPP 測るときって透析日じゃない日に測ると60あるんだけど、だ週に3回透析中にね、うん、SPP40 未満が3時間ずつとか4時間ずつとかありますとかっていう、ことが、まあ、あり得るんじゃないのかなっていう気はしてて、だからそういう患者さんってやっぱりこうよく透析中に足痛がる人とか、まあ、糖尿病あれば痛がらない人もいるんだけど、うん、透析中に血圧が下がる人ってやっぱり SPP やっぱ上がってないこともあって、まあ、結局傷は治らないけれども感染が元気になるっていうのはこの20から40の間なのかなっていう気がしてて、非常に危ないゾーンです。はい。だから Wi-Fi 分類では SPP が下がれば下がるほど重症なんですけど、やっぱ10でも15でも EVT 一発、バイパス一発で50、60になれば、でそれは一緒なんですよ。25だろうが35だろうが、とにかく血行再建がうまくいけば、要するにこう、ね、治る感じなんですよ。切断等で治る。治る。だからそこは重症って言うのかな。だから、SPP5 とか10が非常に悪いですよってことはない、ないような気がする。5とか10ならラッキー足が残るかもしれない。逆にですよね。うん、だから中途半端な EVT。来た時点で20とか25で、EVT5 も35とかいうのが一番苦しい。うん、一番怖い。これは確かに。ね、直せんかもと思う瞬間ですかね。だからこの辺り、まあ、なのでその辺に、どうなのっていう、だから僕らはその辺を、半拒欠っていう言葉をつけてて、だからすごい気をつけようと。これくらいのところはもう感染走るから、もう先に出られないし、ちゃんとしとかないといけないとか、抗生剤ガンガン使っとかないといけないとか、足を歩かせちゃ、絶対歩かせちゃいけないとかですね。だからこれで、EVT の結果、これっていうのがめっちゃ怖い。そうですね、だから循環器でよくあるのが、このぐらいになったからって言って、家庭終わったから退院させるじゃないですか。S 組織がついているまま。最初はね、例えば SPP が10とか15でタイプ2で、黒色壊死でついてて、感染起こってないと。うん、で、それが、まあ、EVT 終わって、ある程度上がったから、もう退院させますって、4日とか5日で退院するじゃないですか。まさに半拒欠のまま。そうすると、ミイラ化したところから感染を起こして、これ悪化しますよね。悪化しますね。だからその時期っていうのをすごい大事なのに、そこを大事にしない循環器って多いと思うんですよ。いや、本当に。喧嘩おりましたね。いや、まあ、でも循環器と形成はやっぱり一体となって、そこを 見る体制を作らないと、やっぱ、危ないなというのは肌感でありますよね、そこはやっぱり切るべきだと思うんですよね。だから EVT が終わって、そう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 、足指であればやっぱり落として治癒までは持っていきたいなと、一緒にやらないと、3ヶ月後には血圧に戻るわけですよね。そうそう、ですよね。 EVT がやっぱり前から言ってるように EVT と切断っていうかデブリをできるだけ同時にするっていうのは大事です。そうですね。それは思いますね。同時進行でやっても追いつかない。この事例そうだったんですけど、追いつかないのが場合もあるわけで、せめて同時には進行してやらないと。そうですよね。だから、EVT の繰り返しだとか、バイパスの追加とかっていうのも急がないといけない場合もあって、だからやっぱこの辺、やっぱりこう20から40までの間で、こうグズグズしてる症例というのが、やっぱり救えない症例の中には少なからずあるかなというふうに思いますね。まあ、足を見るのね、書籍に込めたメッセージって、少し血流が良くなったから様子見ましょうは絶対やらないですよっていうのは。少し良くなるとかっていうのが一番危ないかな。一番ダメですね。治るまで良くなるか、手つけないかの、そう、手つけないかの、力がですね。うん。
いや、ただ、その、やっぱり結構再建的に、どうしても難しい症例ってあるわけじゃないですか。それこそ、足関節以下がデザートフットで、どうしても上がりきらんと。で、そういうのを、本当どうするかっていうのは、もう、解決方法ないんだけど、ないですね。今日は、このセッションでは取り上げなかったんですけど、補助療法をフルにやる、および再生医療をフルにやる以外には今手立てはないような気はしますね。レオカーナ HBO っていうことですかそうね。です。そうですね。だから EVT 後、もう EVT 前から同意書取ってて、で、1回目をやって EVT するとかいや、ですそうですね。ね。まあ、ちょっと一応、公の場なのああ、で、そうか、そうか、そうか。でも EVT を傷やっが、て、うまくいかなかったから、レオカーナにしないと保険が通らないよう保険にがし通らて、ないまあ、でから、も、黙っとけば通る。黙ったから、まあですね、ちゃんとやりますけど、傷はないといけない補助し。療法、最初から循環器の先生が、これはなかなか一筋縄ではいかんなということを言われたときには、富村先生からもご質問いただいたんですけど、何を最初にすればよかったかですけど、考えたことは血行再建と相乗管理を同時進行でやろう。同時進行ですね。で、だから本当はこれは EVT と、EVT だからしないで41だったからしないで切っちゃったんですけど、やっぱりそこはしてから切った方が良かったのかなそうとでいうす気はね。します。まあ、同時進行でやっていこうで、た途だ、中で EVT バイパスの追加は検討依頼したんですけど、できなかったんですね、残念ながら、そうです確か。ね。ただ、結局、足の指、だからアーチを超えての EVT はできないので、ですよね。だから、足指の傷を治したいんだけれども、アーチまでしか EVT できないということになると、EVT をしたから安全に切れるかっていうのは、やっぱりギャンブルはギャンブルだと思うんですよね。だから、まあ、治療しだしたからには、両方同時にやるしか両対方同処法は時ないでに、すよするしね。かないかなっていう補気助は療し法まもす。できる限り、この人、レオカーナも確かやっとししましましたた、らし入まれした。て、とにかく血流が上がりそうなものを全部やっ全部やたりけました。ど、追いつかなかっ追いつたかでなかっすたよですね。ね。タイプ4で救える場合って、切開入るのが先でも、EVT が先でもいいんですけど、ほぼ同時にやって、ドレナージが効きながら、なんとなく肉が出てきだして、あ、これで押し返して、なんか血流で押し返してきたなとなれば、足助かりますけど、いいか。そうじゃなかったら、やっぱり負けますね。負けますね。感染なんがあかるいろいと、ろ Q&A が来だしましたね。あと、すいません、小倉さん、どうぞ。あ、いえ、感染あるとね、微小循環が悪くなるから、だから結局、あ、そうですすね。ぐそうです。近傍悪ま循環にで、入りますよね。近傍まで、その、血行再建がなされていても、そこの組織に行かないっていうことになるんですよね。なので、どっちを先行させるっていうのはあまり意味のないことだろうと思っていて、同時でやらない限りは治ることのないのがタイプ4かな。先はどっちでもいいと思うんまあ、ですタイけプ2ど、だったら迷わないですね。タイプ2だったら血行再建してから足切断すりゃいいですけど、やっぱりそこ2週間の間に両方できないとやっぱり厳しいかな。できれば、その週の中で EVT して、デブでるすよか、ね。デブって EVT するとか、翌日でするとか、EVT したそのまま、オペ室連れてって、削っちゃうとか、そんなことをしないとやっぱり厳しいかな。短期間のうちにまとめてすることが大事かなと思うし、まあ、最もう、重症ですかね。で、半虚血の時には絶対にリハはしてません。絶な対るもうほど、ちょっなと。るほど。ご質問いただいたんですけど、感染が進行するだろうと思うときは、観測監視は一切触らないで触らすなよいでね。まあ、す手ね。のリハとか、高知規模のリハとかはしてもらいますけど、そういう意味でのリハは、ここではハイリスクリハといえどもやらないですやらよないですね。ね。シーネとかするんですか？手術します、基本。足関節の可動を抑えたいと思ったらやります。なんか面白い質問が、とっても楽しそうでいいですね。ここまでのチームを築くまでにどのぐらいの時間かかったんでしょう？ どうなんですかどんくらいね。でしょう。多分20年やって20年やってしまう。でも、面白いことに、これチームのメンバーかなり入れ替わって、入れ20替わって年ます前のね。スタッフってほぼ残ってないですけど、チームの雰囲気っていうのはずっと継承してますよね。まあ、古川先生はずっと最初からいらっしゃるんで、まあ、古川先生がいる間はこのチームいけるんじゃないかなと思ってますけど。まあでも5年ぐらいはかかるんじゃないのかなと思うんですよね。やっぱりリハが慣れてくるのに。まあ、リハと医師、形成外科だけでも数年はやっぱりトライアンドエラーがいりますからね。やっぱりこう、リハビリとしては、リハして悪くなったっていうのは絶対怖いでしょうから、やっぱり、まあでも多職種共同というからには、リハに関しては医者はできないわけなので、まあそこにこう権限を委譲して、責任取るのは医者だけど、でももう、
頑張ってくださいっていうことはもう傷ができるのを確保してやってくださいということなので、それは浸透するまでにやっぱり数年かかると思います、ね。悩ましいのは、そのうちは人事異動があんまり大学の医局からの派遣じゃないのでないんですけど、うん、2年くらいはいいチームなんとか作れそうな雰囲気あったんだけど、ね、移動しちゃってっていう場合は人がいなくなるとやっぱり、それはちょっときついですね。きついかもしれないですね。という、ちょっと総称外科医として一番思ってたスライド。一番こう思い、うんうん、この本の中で個人的に一番思い込んだスライド。だから Wi-Fi とはちょっと違うなという印象を虚血に関しては持ってますね。はい、本当にそうですよね。その指のところで、アーチまでしか先ほどね、おっしゃってましたけど、アーチまでしか血行再建できないから、そこから先の意思をどうするかっていうことですよね。で、いつも思うのが、その、総称を扱っている医者の血流のイメージと、うん、その実際に循環器とか放射線科の先生方がやっている血流のイメージがちょっと乖離してて、でアーチまで行ったからこれは絶対大丈夫みたいなのが血行再建側で、僕らはそれであっても総称に血流届いてないよね、まだ足りないよねっていうのが僕らじゃないですか。だかそこのギャップを埋めるためのデバイスがないんですよ。前は SPP 使ってたけど、だから SPP がこれ機能してないんですよ、この部分。そうです。だからそこの部分をどう入れるかという点では、週1回循環器、心臓、血管検査すると、血行再建してもらった後に切った時の感触はどうでしたみたいなフィードバックは入れるようには、いや、それね、フィードバックじゃなくて、やっぱりね、客観的な評価するものがないっていうのが一番の問題で、そこで何か測ってね、これはやっぱり危ないからっていう、そういう共通言語がないことが一番で。うちに先生、EVT の時に LFMC で評価してて、レーザーステップグラフィーで、足指の血流をそこで見てるんですよ。だから、EVT 取った瞬間に LFMC で改善するので、うん、だから、ワンストレートラインではなくって、一応指まで血流ありますねっていうのは見れているかなというふうには思います。だからそこがうまくいかなければ、ちょっと不足ですかねという情報はもらうようにしてます。なるほど。アーチまでウンドブラッシュじゃなくて、アーチまで造影剤が流れたから終わりじゃん。終わりじゃなくて。ウンドブラッシュ見てくれる先生もあるけど、うちはスタンダードは LSFG でそれを見て。LSFG で見てます。結局まで血流がいったかどうかは、EVT しながらずっと LSFG 取ってもらうんですよね。ずっと当ててて。だからあるところまで血行再建したら、ウンドブラッシュじゃないけど LSFG が赤くなる。赤くなります。そこまで血行再建してくれたらいいですよという依頼の仕方を。ですね。はい、必ずしもアーチが詰まってるからってアーチ開けてくれではないかもしれないですよね。全蛍骨を見かけたらウンドブラッシュじゃない、あれが出るならもうそこで、でそれで終わってもらってます。終わってもらってもいいですよね、はい、だから。レーザースペックルフローメトリーでしたっけ、ね、はい。いや、うちもあるけど、あれめんどくさいじゃないですか、SPP 以上に。いや、本当に。いや、本当めんどくさいんですけど。そう、だから、いや、本当にね、あれこそね、なんかこう、スマホみたいな感じでピッてやって見えたら、ね、すごいですよね。ね、そういう風になってほしい。うちの循環器内科の先生は EVT しながらあれを取ってくれるということは、ウンドブラッシュだけじゃなくて傷まで血流がいったかどうかの意識がある先生が血行再建してくださってるから、共通言語は一応、ね、一応そこは、はい、そうですね、共通言語になってると思います。なるほど、なるほど。うちね、あとね、トッカーレっていうのがあるんですよ。なんか、近赤外線っていうか、近赤外線で、酸素、組織の酸素飽和度を測るのがあって。非接触性だったら EVT 中やり、使いやすいですね。非接触性じゃなくて、ちょっと触るんですけど、触るんですけど、でも簡単、3秒で出るんですよ。だから、それは本当によくって。モニタリングデバイスを何にするかで、SPP はもちろん大きな柱として、未だに基準点で我々測ってるわけですけど、プラスアルファでは。いいと思います。だから EVT しながら測れるもの、そこに置いとけばいいとか、貼っとけばいいとか、SPP はダメですもん、そこ、巻かないといけない。そうなんですよ。そうなんですよ。なんかね、そこがないのが多分一番の問題だと思います。そうですね。それがあると、やっぱり嬉しいですよね。助かります。
ちは今 LSFG ですね。うん。ですね。そうか、そうか。なるほど。取ってくれるので。うん、はい、ありがとうございます。症例で、はいはい、まだちょっと続きがあるのかな、はい。あれ、動かなくなるんです。で結局この方は、まあ、最終結論からいきますと、下肢切断にそれで踏み切った、ちょ覚えてますかね、さっきの症例です。で、まあ、感染も落ち着いて、血流も下肢ではいいというところまではいったんですけど、まあ、あと、先ほど来出てる下肢切断後の義足歩行を想定した切り方として、我々今この切り方、両サイドからこう、縦に切開線が残るような切り方を今してます。で、メリットはいろいろあるんですけど、まあ、メリットだと思ってるのは、フィッシュマウス型の持ち上げるのに比べて、オタマジャクシのような段差になりにくいですよね。なので、義足をスッと入れるときに、こう、あんまり難重しないっていうのと、まあ、あと、マッスルスリングがつく。頸骨前面の皮膚って脆いので、ここの皮膚じゃなくて、両サイドの皮膚で蓋をすることで、マッスルスリングも作れて、だんだんいいかなということで、この切り方で、今は硬い義足に結構挑戦して。硬い義足挑戦じゃなくて、だんだんルーチンになってきてますよね。もう何十例かになってきてるとは思うので、このやり方でトラブルは少ないような気はしております。で、その、ちょっと硬い義足の話を、義足歩行のリハビリも含めた話を少しだけ。あ、はい。お願いします。そうですね。すいません。もうだいぶ、あれですね。いろいろ、時間的にもあれです。なんでだったか、なんで義足の話になったんでしたっけ？あれですけど、一応 BK で結構うまくいった人がどれぐらいのスケジュール感でいってるかなっていうのを、うん、まあ、共有させてもらえたらなってところですよね。でこの方なんかだと、もう合成素でもう動けてますねって、50代ですねってなった時点で、ブルーカラーのお仕事をしてた人ですけど、基本的には多分もう、まあ、この立てて歩けて、もう動けてた方ってなった時に、で、認知もないってなった時に、まあ、多分大体歩けるなってなって、まあ、こういう早いパターンだと、こういったオズールとか使って、段単形成して、こういったクラッチまで、ザザザッと持っていく。切断が5月10日で、リハは14日から。早い。仮義足30日に。で、ちょっとお手つきで、多分これで、術前での評価は多分かけてますよね。バッシュ、バッシュ前からもリハ開始、うん、してるような感じです。バッシュ前からブレ抜けてないような気がする。うんうん、そうなんですね。はい。で、まあそんな感じ。今ちょっと戻し、仮義足のとこちょっと、今、仮義足が20日で完成して、はい、もうこれ、荷重をかけるんですか？そうですね。バッカ大切断から20日。この人は多分バッこうと同時ぐらいにやってるかもしれないですね。超速でやった人やね。いや、で、多分、だから野中先生が、野村先生がなんかが、3週間で歩行して帰ったみたいな、なんかパワーワードの人です、確か。本当かよって思って。一番早いのは早い、ね。あ、そうです、そうです。はい。うちでも、一番早かった人、まあ、身体能力も私、認知も高かった人、いけるだろうって判断できない。こういう、まあ、症例がある程度こうバックナンバーとしてあるので、まあ、あんまりこう BK アンプテーションネガティブな印象が我々もなかったりはしてます。この人警備員さんです。警備員さんやってる、はい、で、まあ、仮義ができてからは、まあ、結構気をつけるところとかで、まあ、お医者さんとも共有するんですけど、まあ、股関節の進展ですよね。結局そういうところと、あと膝の屈曲拘縮を作らんのと、でだんだん結構この人は何だったかな、傷がそんなできんかったので、もう結構叩いてきたいよねみたいな感じで、うん、結構ダンタンの荷重練習とか、あとはグイグイ行ったんや。もうこの人は結構グイグイ行きました。で、そうですね。で、どうなったんだ。あ、でこれがどうかな。で、まあ、この方は多分これ1ヶ月たたんぐらいですけど、一応フリー歩行で多分歩けてるぐらいまでのところの、うん、回復ですね。持ちないけど歩くっていうね、うん。もうちょっと足の振り手のところいじった方がいいかななんては個人的に思うんですけど、ちょっとまあレジェンドが作ってるので、ちょっとコメントは置いといて。で、もう多分これ、ね、タイム前ですかね。スピードがかなり上がって。かなり上がってて。ほとんどわかんない。わかんないんですよね。結構ここまでになって、ちょっと細かいこと言うと、膝の落ち込みとか沈み込みあるなで、結構成熟してんなとか思いますけど、そんなに違和感ないかなっていうところまで持ってけたりします。で、まあ、で、どんなことをしてんのとかってよく聞かれるんですけど、
結局 PT だけじゃもう何もできんので、実際義足履くんかとか、こう、もうベッドサイドの結構安静期間から OT さんに手指のトレーニングしてもらったりとか、実際あの BK アンプテーションでじゃあ結構肺炎起こんないのとかってなった時に、やっぱちゃんと座らせ、食べせさせてるとか、結構細かいとこまで入ります。で、だいたいこっち BK で義足作っとって、こっちかかとに貝を作って透析とか、で、両 BK とかなるので、まあそんなんせんためにも、しっかり起こして、まあ、管理はしていかなん。だから急性あの手術、手術期は割と生活動作訓練の OT がしっかり入れることが結構一つのポイントかもしれないよね。そうですね、うん、もうそれで持ってるような気がします。なんか守備領域は PT より OT の方がこういう BK の人って結構あるのかなって個人的には思ったりしてます。で、あと、ま、団体形成の、まあ、さっき、あの、ケンゴ、昔の、ケンゴ先生が、そう言ってたんですけど、まあ、これは苦労したね。こういう形で仕上がらないように、まあ、あの、そのドレッシングをどういうふうにしていくかとかも、まあ、しっかり、ま、医師と、ま、基本は話をしていくというところですね。先細り型の方が、やっぱり、いいですね。まあ、円錐系の方がいいのと、あと、例えば、ま、切り方とかも、ま、どんなふうに切ってんのとか、なんでそんなふうに切ったのとかっていうのは結構聞いたりします。まあ、そういうところのコミュニケーションって結構大事かなと思ってて、実はあの時ね、みたいな、ちょっと先っちょに感染残っとって、もうギリギリで残そうと思ったら短くなったんよ、みたいな。だから右と左で違うんだよ、とか、なんかそういうの結構大事かな。まあ、それがないと結構進めるのがギャンブルになっちゃうので、でもトレーニングは本当ベーシックな、こう、まあ、レジスタンストレーニングのような、まあ、筋力増強訓練、これは多分どこでも。義足作る前の段階、ね。前、プレですね。プレの段階では、まあ、かけていきます。で、ポイントは多分、下垂をするタイミング、いつ頃からしますかとか、あ、そこの負荷設定どうしますかとか、膝立ちいつから始めますかとか、まあ、この辺を逆に言うと、うちで言うと、ドクターの方から、ちょっともうちょっと早ならんのとか、もうちょっと、抜行する前からちょっとやってみてよとか、まあ、その辺が結構、ストロングポイントなのかなと思ったりしてます。で、あとはこの義足の再形ですよね。あの、まあ、うち常勤の技師さんいないので、まあ、外勤の方に来ていただくんですけど、まあ、こういった再形とかから、しっかり、まあ、療法士もですし、まあ、医師も、まあ、ベッドサイドで見に来てくれたりします。実際どんな風にしてんのとか、ライナーどうすんのとか。まあ、この人の ADL、どこをゴールにしてる、そういう、それに耐えうる義足を作ってくれて依頼の仕方をしないと、うんうんそうですね、意味がなくなるもんね、うん、走るんだったらこの義足じゃないだろうし、はいうん、家の中動くぐらいでいいんだけどとか、その情報が多分技術者に必要なんだろうね、はい、なのでなんかどちらかというとあの医師の方がだんだん歩行の目が超えてきたりとか、あの義足の目が超えてきたりするんで、まあちょっとやりにくい部分もありますまあでも一緒にやってるよね、はいそうですね、はい、でもうちょっと進めていくと、結構義足のリハってなんかやっぱ歩行とかにフォーカス当たりがちなんですけど、うん、やっぱ損傷を治すとか、うん、傷を作るってなったのに本当に派遣の正しくとか、うん、っていうところの確認までやっぱりまあ共同してやっていく、まあ、これ本当治療の一環としてここまで多分してパッケージでしていきますよっていうのがすごく大事で、まあ、お医者さんに聞いても、まあ、どうやって履いてんのみたいな、先生履くとこ見たことあるみたいな、実際あれ履くのめっちゃむずいっすよみたいなのが、まあ、共有できてるかできてないかっていうところで、僕らもお医者さんと話す時のなんとなく測り方が変わってくるかなって、うん、手の甲付きのやっぱないと厳しいよね、義足ね。厳しい。握力もない。持ち上がる、入れられないんだよね、すごく。そうそうそう。実際こういう人今車椅子で履いてるけど、うん、お家でどんなとこで履くのって、うん。足台つけてあげないと履けないかとか。あとか、うん、じゃあ玄関に椅子とか置けるマンションなの、うん、とか、うん、あとは手すりなくてこの人財バランス取れるのってなったら、本当にあの食事の時にちゃんと座れるかとかっていう評価が、結局こういうところに、うんうん、だから先ほど小倉先生から質問いただいた装具を作るところまで行くんだけど、うん、の先はやっぱ一つは OT、ね、上司とバランスとか生活動作の徹底的に鍛えることで履けるようになるのかもしれないね。そうですね、うん、まあ、実際じゃあ夜トイレに行きたいよってなって、うん、じゃあこの装具つけて履く、行く、行かないとか、うん、そこまで習熟してるとかっていうのは結構大事になってきますね。だから夜看護師さんにトイレどうやって行ったんですかとか、うん、
履いていったのってなったら、履けていけたらもう大丈夫だよねとか、そんな感じですよね。抵抗後の中をひたすら歩かせることが義足獲得、歩行獲得への近道ではないですよね。そこまでのプロセスの方が大事なのですね。大事です。もう実際一人で履けて座れて立てたら、もう大方いけるねって、すいません、専門の方がいたらもう本当すいません。まあそういうふうに思っ、ね、そこのプロセスをかなり時間かけてやってるかもしれないですね。ですね。なので、だからそれが、ね、うちで完結しないといけないハードルになってるし、回復だったらもっとゆっくり構えるんだろう。もう、まあ、急性期の中でやろうと思うと、1ヶ月で何とか義足で歩いて帰って、一緒に言われるから、一気に。でもそれは患者さんの教育にとってはいいのかもしれない。そうですね。それでうまくいくし。うまくいく人はいきます。でも実際結構じゃあ AK でどうなんとかっていう話も結構出てくるんですけど、AK の人なんか実際履くのも大変だし、あと着替えとかどこまでフォローアップしてんのっていうのが正直、まあ、病院だったらそれはもう歩けるよねとかと思うんですけど、下着や部分まで考えたくないか、じゃあ実際どういう環境で履くのとか、ベッドないけど AK 作るみたいな、まあ、AK はやっぱ少ないね。少ない。適用になると思える人がやっぱり少ないですね。ただこれで市営住宅の3階に登らないといけないとか、まあ、そんなケースがちょこちょこあるので、まあ、何が大事かって、まあ、まあ、初手の段階で手放しで立てますか、バランス取れますか、まあ、そういうところはまあ基本的には大事になってくるかな。ただこの辺がコミットできると、逆に言うといい循環になるなっていうのもちょっと思ったりします。ここ結構大事かなと。だからちょっと偽物の義足でも渡してみて、これできるとかっていう評価があってもいいのかなと思いますね。で、まあ、こういうのも強みで、実際この人なんだか70代ぐらいの AK の人で、この人歩いてお家に帰った人で、まあ、要は、あれ、急性動脈閉塞だったかな、この人。うん。うん、で、なので、まあ、なんで片足で料理するのみたいな、このまま返すんとかって思うんですけど、まあ、実際に最終的な着地点は多分こういうところを見せて、して、うんますね。なのでこういった評価は OT さんがしてくれたりして、そんなに傷とか、まあ、多分まだ抜行したかしてないかぐらいなんですけど、まあ、こういうところまで運動負荷をかけたりもして、そうだよ、ね、だって料理することだけが目的なら片足でもできるのに、なんで義足がいるのか、そうです、哲学的な話かもしれないけど、義足があった方がいい理由っていうのを、ね、明確にしないといけない。なんでここまでもう この姿を見た段階で、うちの医師はもしかしたら僕らがやめてって言っても義足を作るっていう選択をもしかしたらするかもしれないです。はい。そんな感じですよ、ね。でも義足で元気に外来に通ってくれる人が生き生きしてたりするから、ね、やっぱ、まあ見た目ということもあるし、使いやすさも、まあ、そうですね。できたな、まあ、いいか、はい、どうぞどうぞ。うん、いいですよ、すみません。ただし、やっぱりこういうとこですよね。結局、うん。トラブルがないわけではない、ね。ない。なくて、うん、で、この辺のフォローアップとかをどういうふうにしていくのかっていうのが結構課題にはなってきてます。うん、なので、結局、ま、PO さんと、あら、なんか来た。うん。ありがとうございます。いいですか、うん、あ、それはじゃあちょっと交流で。うん、で、まあ、こういった、まあ、うち結構ソフトインサートの、カフベルトの、まあ、かなりレトロなのを使うんですけど、こういうのも細かく調整をしてもらいます。やっぱりその保養のチェックとか、動作のチェックっていうのが結構大切になってきて、まあ、どのフェーズでもやっぱリハが入って、まあ、フォローアップしていかないといけないかなと思いますね。ちょっと戻っていただいていいですか。はい。ん、丸投げではない、全然ないよね、だからね。装備士さんにお願いしますで終わりじゃないの、ね。戻れないよ。壊れた。いや、これ、デザートンペだから。ああ。いや、それが、戻る。スライド戻して。これ、はい、ああ、そうです。こういうね、傷ができたときって、どうするんですか、そう、はっきり言ってしまえば、一時的に装具をやめるっていう選択肢もあるんですけど、原則は義足の、ここまでなる前に義足の調整が入るように外来で指導してます。ちょっと怪しいなの段階で、装具士さんのところ行きなさいよっていうか、呼ぶなり行きなさいよって指導して、装具の当たるところ変えてもらいますよね。そうですね。もう、これは完全に多分オーバーユースな状態。うん、これはもう入院レベルやね、真ん中はね。オーバーユースというか、多分、もう活動性がもうマッチしてない。多分、本当は本気にしないといけないんだけど、めちゃんこう仮着の状態でずっと粘ってて、お仕事をしてて、まあ、いよいよ来られるようなこういう状態ですよね。で、まあ、それが半根化してきて、まあ、こんな感じになっていく中で、まあ、外来でフラッと来てる時とかに、やっぱ声かけてみると、なんか最近義足合ってないよなとか。自分でも感じてる。うん。とか、夏場で外仕事して
でとかっていうキーワードが出た段階でもう怪しいねと思って、うん、あの医師にちょっとそろそろ怪しいですよとかっていうのを、うん、あのチクルっていうなんていうんですかね、上申します。はい。あでもソケットの調整でフェルト貼ったりプラスアゾト貼ったりで治るケースがまあ大体7割、6割、7割でソケット自体を作り直さないといけないっていうケースもありますし、うん、時間的に、まあ、真ん中の人はやっぱちょっとこれは傷を切るのでほっとけはしないですね、うん、一回傷直さないと義足履けませんよね、うん、左の画像ぐらいの時に外来でこれも底付きしてるねとかいう話をして装具師さんのところにとにかく行かせるっていうのが一つ、うん、調整済まなかったら作り直しを積極的にしてみてます、うんうんうん、これ次これがひどくなって切ると切ったらもう義足をはめる足長がなくなるからねっていうので、ちょっと脅かすわけじゃないですけど、みっちりそこは言わんと、患者さんに危機感が薄い場合が多いので。あと、保険でやっぱり松葉杖っていう選択肢は、まあ、どのフェーズでも持たせておく練習はしてます。なので、義足が使えなくなったとき、あとは床から立ち上がれますかっていうときも、保険的に松葉杖の使い方っていうのは、まあ、絶対に知っておいて。いただくところですよね。そうすればあの基本的に実際 BK の人って一日中お家で義足つけて動いてるわけじゃなくて実際張ってるし壁伝ってるし松葉杖使ってることが大体多いです、家の中って。なので出先がおおむねなほぼほぼなので、まあ、活動量を少し中のもので制限して免許かけて、うん、そうですね、それで治らなかったら入院させるか、そういったやり方も装具作り直すノウハウとしてはあります、まあ、そこが守れるか守れないかで、うん、まあ、ダメだったら大体切断まで行く人もそれはあるだろうけど、これも残念ということで、セルフケア管理の限界に。で、まあ、こんなライナー調整してもらって、うん、で、健吾先生、はい、というわけで、こんな感じで、硬い切断後の義足歩行というのは、割とルーチンに最近実はなりつつあって、症例数も残念ながらか、幸いにか増え、どんどん増えちゃってますよね、硬い切断の人は。ただ、外来に元気よく通ってくれる人もいっぱいいるので、この、これが必ずしも悪いとは最近思わなくなってきたのはなってきたですかね。うん、で、あれ、また動かないのに、このパソコン調子がいいんです。はい。ここ最後の症例ページです。もうちょっと10分しかないんで、ささっといきます。さっきの方の反対の足です。残念なことに、義足歩行を獲得してしばらく元気にやってたんですけど、引っ越しをした、引っ越しで無理をしたらしいんですけど、傷作ってきたんですけど、今度はタイプ1ではもう残念ながらなくて、いきなりタイプ4から、来ました。白血球1万7000、CRP21 で、SPP も30の27ということで、いきなりタイプ4で、足首ぐらいまでもう真っ赤になった状態で反対足をメインになりました。で、みるみる感染上がってきて、側肺から内、内側をずーっとリンパ管もちょっと赤く腫れてということで、これも硬い切断できるのかなどうかなというギリギリにいきなりなったので、もうここは、説得して、あ説得できなかったな。一回説得できなくて、じゃあ一回だけ切開排尿しますってやったんですけども、総傷外科が見たら、この傷をどうにかできるとはやっぱ思わないですもんね。で、まあ、患者さんもこのあたりで特診がついたようで、硬い切断をしたんですけど、まあ、詳細は省きますが、当院でも多分2例目の調整なんですけど、両硬い義足での歩行を、なお今やってますね。なお今ですね。なんとこれで、今日の画像ですね、これ。今日、昨日。今日、昨日かな。昨日、だいぶ歩けるようになったよね。そうですね。まあ、いろんな、まだ仮木なんですよ。両方ね。仮木本木だったかな。仮木本木だったかな。うん、ですけど、一応、今日は歩行器で、監視で歩けて。先週か先々週、義足が来て、今日はこのぐらいか。そうですね。この人、何歳でしたっけ？56歳になりましたね。うん、あ去年55歳で、今年55歳。ただ1型の糖尿病で、あそうですね、もう透析歴はもう20、20、30年ありますよね。糖尿病歴が4、50年あるんですよね。で、もともと白血病があって、なかなかいろんな病気を持ってる方で。はい。でも、これで歩いて帰ってくれたら、うん、そのさっきの ADL 維持なのか、総治癒なのかとかありますけど、ADL は維持されるということで、うん、維持できるということですね。形成外科医なのに傷が治らなかったけど、これでいいやとちょっと思ってるっていう評価になります。なるほど、なるほど。はい。これで一応時間内に最後まで行けたかな。ありがとうございます。ためですよね。はい。なんでまあ、今の方は8回目の入院で両肩切断にはなったんですけども、歩いてるので我々の中では一応 OK とかセーフなんですけど、なんでまあ、生涯を
障害直し続けるプランを持ってやれば歩き、ADL は維持できるかもしれないですよね。まあでも先生、糖尿病と同じ患者さんなので、だからどういう終わり方をするかになるので、まあ、どっかではダメになる。CLTR なので一度こう EVT のステージに入ったら、もうどっかでやっぱり AK もしくは BK になるともう思ってはいるんです。うん、で、そこをもうどこで、ね、特進のいく形で持っていくか。はい、ただ、それをするにしてもやはりこう、ね、ディグニティというか尊厳の意味でもやはりこう、ね、トイレぐらいは行ける方がいいのかなというふうには思っています。ステージングに合わせたプランニングを提案できると、うんうんうん、ま、マッチングとしてはいいですか、うん、なんで、まあ、最近傷を治すために何かをするということよりも歩くために治そうと思ってますし、歩けるように治そうと思ってますどちらかというと、うんうん、なのでできるだけ足を長くとかいう考え方は全然なくなってきちゃいましたね、うん、ですね、この人がもう ADL に合わせた治し方みたいな視点で治してます。なんでそういうわけで ADL が常にキーワードになるので、リハビリはもう初心からオーダーを出すと、うんうん、傷が治ったからリハビリというのは絶対やらないし、うんね、意味がないと思ってますよ ね、 なんで、まあ、結構最近は小浦先生からご指摘いただいたように、結構最近だけやるっていうのもなしですよ ね、うん、ね、傷治すとこまでやって一連かな。そのためにはいろんな職種の人がいるねという話で、はいはい、今ね BK 大切断が結構その選択肢になるっていう話で ADL を考えるとね、でうちでだいぶ前にCLI の患者の大切断のデータを出したことがあって、まあ、100例近くあったんですけど、結局うちはやっぱり ADL を第一に考えずに総集中を考えて、結局総集中で負けた人が AKBK になるんですよね。でだから BK はむしろ少なくて AK がむちゃ多いんですよ。でその結果もうモタリティは無茶悪くて、やっぱり1年生存が 50% 以下なんですよ。でも先生方は早めに切ってで ADL の方に行くから結構生存率はいいんじゃないかなと思って、それどうですか先生。でも急性動脈閉塞だとか慢性動脈閉塞のもう本当にこう末期みたいな形でドンって詰まってしまう人はやっぱり先生と同じような結果だから、これ、僕ら、だから違う群なんじゃないかなというふうに考えてます。いや、そうですよね。その戦略が違うからね。うん、はい。だから結果としては大切な群なんですけれども、ね、うん。だから、歩くために大切なする人がいるわけなので、それはちょっと、カテゴライズするときには違うのかなという。そう。維持された群。それは当然、生命保護いいですよね。維持された側だからですね。うん、うん、うん。大切断後の生命保護が、大体切断後の生命保護が、いいわけでは我々もない、ないと思います。大切断で歩ける人の生命保護はいいからよろしいですけど、ということではありますよね。いや、なんか話し合いの時に、その最初のね、その戦略っていうのが落ちてて、うん、ただ論文だけ読んだりして、比較して、うん、っていうのが多いから、うん、だから先生方の今回の話を聞いてて、すごい勉強になって、これは全然違う戦略で、で、当然その結果も違うんだろうなっていうのは感じたんですよね。だから整形外科でよく腫瘍を取ったり外傷を取ったりして、外傷で BK、AK になる人たちって歩けるじゃないですか、うん、だからそれに近いですよね、うん、まあ下肢切断で義足歩行できるタイミングを失わないように、うん、だから歩けるように直してるわけですよね。そう。待ってると、片手だと義足歩行のタイミングを失うので、うん、もったいないような気が最近はしますよね。うんうんうん、だから少しワンテンポ片手切断に行くタイミングが最近早いかもしれないですね。ショパールとか、あれで粘ってみようみたいな考えがだんだんなくなってきてですね。まだ粘っても、例えば半年後には BK なのかもしれないとか、うん、次に傷ができれば BK なのかもしれないということだと、もう逆に体力のある時に、もう BK にして。動いてれば体力戻りますからね。うん、という選択も最近はありなのかな、というふうには考え、うん、年齢は関係ありますか？一応あるのはありますかね。まあでも、まあ、まあ若ければね。高ければね。うん。あんまり関係ないかもしれないですね。それよりも、それまでの生活というか、ADL がどうだったのかっていうのの方が大事なような気がしますね。なるほど。傷が治らんで、若いけど、ぐずぐずぐず1年、2年、ほとんど動かずにいた人とか、対応になっ
50、60でも肺炎になってるか、そういった AK になる人もやっぱありますよね。うん、ありました。80、90でも、つい最近まで畑しよったんですとかいう人は、うん、そう義足で帰りますよ、ね。あります、あります。なるほど。それが大事ですかね。これでね、最後終わりですね。あと最後、富村先生が。ご質問一つ。足を見るということは、やはりその人自身を見る。そう、ということなんですね。だから、形成外科医じゃないかもしれないね。見てるだけで、傷を治そうとはあんまり思ってないからですね。大分岡病院の皆さんの診療の根底は、スタッフの皆さんの親切な心。あ、いいです。ありがとうございます。と、冷静な足の観察があることがあるというふうに、そう言っていただけると大変、勇気をと元気をもらえますね。最後のまとめにぴったりです。なんか、まとめていただきたい。でも本当にやっぱりリーダーは意思とは限らない。それはそう思います。最後の言ってなかったですね。これですね。そうです。大事なことなんですけども。PT がチームリーダー的な役割を果たす瞬間も、フェーズもあるし、あります、あります。OT がっていう時もあります。ソシャルさんがリーダーの時もあります。あります、あります。結構、うちのチームリーダーは、変わりますね。傷直すときだけちょっと僕らがリーダーっぽいことをするチームですね。だからまあ、感染ひどいときにはちょっとリハせんでくれるとか、そういうことはありますけれども、まあ、基本はやっぱり ADL を見てるので、リハがの目標に合致するですね、タイムスケジュールが組めるかとか、組めないかとかっていうのはやっぱり問題になることが多いので、逆にこう、トラブってしまうと、やっぱり ADL 落ちていくので、まあ、そこですり合わせる必要はあるのかなと思いますが、まあ、リハが、まあ、ここ1週間寝ても大丈夫ですよっていうんだったらですね、それはそれで傷の治療しますし、寝かせてたら歩けなくなりますよって言われたら、それはもう傷があってもリハしようって言いますもんね。でこれ以上休止治療してると、廃業になりますよって言われたら、大切なします。はい、はい。そういうチームですね。そういうチームですね。オーガナイズしてるのは、まあ、誰でやってもいいんですよ。その時々必要な人がリーダーやれば。だから結局は患者さんの、要するにこう、ね、ADL の維持っていうところが目的なので、それを決めれるのは、もしかするとドクターじゃないかもしれないので。アテラ先生のね、最初の始めが、大切断回避じゃなくなったですよね。です。生活を守るために言ってたのが、ああ、そっちがいいなと思ったんですけど。こうやって本の話を最後してみたりして。これ誰が締めるんですか？ありがとうございました。いや、本当に今日はね、いいお話を聞けたし、何よりもやっぱりその ADL 維持、ADL ファーストっていうのが、本当よくわかりました。本当に勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、ぜひね、また、違う切り口で、また、ご3人をお呼びしたいと思いますね。またそのよろしくお願いします。あれは呼ばれるといいですけどね。呼んでも別のスタッフ、他職種の別のチーム話すかもしれませんが。そうですね。はい、はい、楽しみに。はいはい、はい、今日は本当ありがとうございました。はい、いや楽しかったです。ありがとうございました。次の来週 来月のあれを出してもらってもいいですか。来月は総称皮膚剤をやろうと思っているんですね。で総称皮膚剤、まあ、いろんなものを今ありますけど、その中であんまり日の目を見ないコンタクトレイヤー、今どうやって使ってんのっていうので、ちょっとそこに焦点を当てていきたいと思います。出ますか？来週、来月のやつ。そうですね。で、コンタクトレイヤーで、一応、演者として木下先生と、あとタウン訪問診療所の木下先生と、あとは、寺部先生ですね、春日部中央の寺部先生と、あともう一人は今、交渉中で、で3人でまた、総称皮膚剤についてお話をしたいと思います。今日はちょっと遅れてしまいましたけど、本当に楽しくて、時間が過ぎるのを忘れるぐらいで、本当ありがとうございました。またやりましょう。今度は本当お酒でも飲みながらやりたいですね。ありがとうございました。じゃあ今日はこれで第40回終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。